こんにちは。あ、こんばんは。ですね。はい、ええー、と新潟の応援隊長として、えっ、ー、と今日はこの講演会をえっ、ー、とやらせていただくことになりますが、えっ、ー、と今日こんなコロナ禍でありますが、どうしてこのえっ、ー、と講演会をやろうかと思いました。どうしてこの講演会をやろうかと思った。こう経緯がありまして、ええー、と。なかなか文昭さんは？ あの知ってる方もねいらっしゃるかと思いますけれどもあの講演活動を年間330本とかね360本とかしてる方なんですけれどもコロナの中で、えー、とお話をする場所がなくなってしまったんですねその時に、えー、と話をしたいみんなの前で話をしたいっていうことで全国で、えー、と話をする場所を作ってくれないかという。えーと お誘いというかねお話がありました一大決心ということでお話がありましたでもうそれを聞いた瞬間私はおもむろに手を挙げましたねはいそれでこういう会を開くことになりましたえー、と多分皆さん、あのー、心が発動したりいろんなことがあるかと思いますけれどもきっと今日はすごく大切な日になるんじゃないかなと思いますははいでは文明さんを おお呼びしたいいいと思まます大ききな拍手でお招きくださいませあのあまり政治家も芸能人もこのスタイルでしゃべる人あんまり初めて見られたかと思うんですけど意外とあの経費がかかってなくてですね、まあ、いわゆるあのクリアファイルの角に穴を開けてこのマイクをさしてということで、えー、でもね2時間しゃべると。 この内側があの私の飛沫でだいぶベトベトになりますんであの欲しい人は帰りあげますけど多分まあ焼却所産業廃棄物に出していただいた方がいいかと思いますけどあの、まあ、これ実はね神戸でこの間あの手を挙げてくれた同じように応援団長という形でやってくれた人があのなんかこうねフェイスシールドとかいろいろやるとしゃべりにくいんちゃうかこれがどうかなっていうのが意外とこれ心地よくてですねあの 今日もちえっとおわざわざこんなあのリスキーな中をですね、えー、お集まりこんなにたくさんいただいてありがとうございます。あのまあ、ちょっとあのさっきの、ね、遠藤翔子さんっていうんですけどあの、まあ、彼女ちょっとあの最初に挨拶はするつもりがなかったんですけどつい今ほんの5分ほど前にやっぱり一言しゃべりなんていうふうに言ってしまったんで急遽緊張しながらちょっとね今あの。 一言いただいたんですけどあの、まあ、彼女の話にあったように僕はもう完全にもう両翼をもぎ取られたというかもう動きまくってたんです本当に全国を。で年間だいたい300回ぐらいなんですけどあ,のあっち行ったりこっち行ったりとつつうらうらあの。 はね、文きさんの話をとかねこう言ってもらえるのがほんと幸せでですねあの、まあ、高校の時はもういるだけで迷惑って言われてたやつなんですけどあの、ね、そんなことを長年やってたんですけどもまさかのこの新型コロナウイルスで何、えっと、て言うかな もう全くく動けなくなっっててしまってそれでまあ僕は自分の中ではこんな時やからこそなんかたくさんの人にん少しでもこう元気になるような話をとかねなんかちょっとやってみようかっていうそういう気持ちになってもらうような,なんか元気の日だねみたいなものを届けるべきはずのことをしてたはずの人間が全く動けなくてですねものすごいも,うこうもどかしい思いで,で。電話が鳴るとほとほんど お願いしてた講演会はちょっとキャンセルにさせてくださいと。とまあ、そういう話ばっかりだったんです。ずっとで毎日毎日キャンセルの電話を聞いてると本当にこうなんか、自分がこう鬱になっていくような感じで、なんかあの必要とされてないみたいな。そういうことをなんかね。感じるようになってだけど。まあ、6月の20日だったんですけど、あのまあ、東北の仙台であの？ 紬大学って言ってまあ新潟でもそれこそこの今の翔子ちゃんがあの主催をして半年間でやるこうまあ人間力を高めようというまあテーマでやってる勉強会主催してるんですけどでそれもね軒並み全国みんなも今年はもう中止にしましょうとかもう来年に延期しようみたいな話ばっかりだったんですけどまあ唯一その仙台だけはあの6月の20日に開校するって言い始めて。 いや今はちょっとどうなんやろうみたいな話だったんですけどでも行ってみましたらなんかそのまあそれぞれ都道府県によってあのまあそのコロナウイルスに対するこう <coughs> 受け止め方とかものすごくピリピリしてる地域もあるしまあ意外とあっけらかんとしてんなと思うとこもあったりであの結構こう格差があるんですけどでも仙台港の皆さんはねあの沿岸部の 石巻とか気仙沼とか南三陸とかあの津波の被害の大変だった地域の人意外に多くてですねでその皆さんはあの時の地獄を思えば今のことなんてねあのもう何千分の1やって、ね、だって蛇口ひねったら水が出るんですし、ね、スイッチを押せば電気はつくんですし、ね、食べ物はコンビニでもスーパーでもね余るほど売ってるって。 で何より家族が横で笑ってるじゃないかって私らはあの時家も何もかも全てなくなったってだけど乗り越えてなんとか約10年頑張ってきててねそれはやっぱりこう引っ張る人間とやっぱりこうずっと下向いてる人とそれは人それぞれね今回のコロナでもそうだと思うんですまあ皆さんはあのどっちかというとあの楽観的な人が多いのかなとはあの多分家族の反対もあったんじゃないですかね。 あのね、こんな時にあんたそんな講演会なんて金払うてまで行かなあかんのかとかいろいろ言われながらもお越しになってくださってる方々かなと思うんであの非常に感謝なんですけどあのまあ仙台の皆さんはねなんかそのビビってたらいかんっていうタイプなんですどっちかっていうとねみんなで下向いてたら本当に経済も何もかもがね もうダメになってったら大変なことにななるって言ってて言んで本当に自分たち少人数でもたくさんのことを学ぼうそして人を引っ張っていけれるような人間でいてたいっていうねそのあの震災を乗り越えただってねまあ例えば一つエピソードを一つ紹介するとあのまあ受講生の中であのそうやな一人 もうねすごくねその人はもう家もすべてで会社もすべて津波で流されてで近しい家族9人おいでたんですけどあの地震と津波でで人亡くなってるんですでそれは自分の子供たち3人のうち2人が津波で流されで奥さんも流されで奥さんの両親で自分の両親合わせて7人で結局小学生の男の子と2人ぼっちになったんですよ。 でもその2人ぼっちになったお父さんの方がどっちかったらこう落ち込んでたというかへこんでたというかねで小学生の男の子があの今日もちょっと先あの元気なあの野球選手になりたいっていう小学生とあの始まる直前までちょっと控室で遊んでたんですけどあのそんな小学生です、ね、そんな子がね気仙沼でたった1個だけあったそのバッティングセンターがあの津波で流されたわけですよね。 でそれで亡くなったんだったら誰かが再建するしかないってでね誰もや,らないやってくれないんやったら俺がバッティングセンター立てるわってこう言い出したんですよそしたらあの何て言うかな大人の反応ってねなんかねん僕はまあ皆さんにもお願いしたいなっていうところあるんですけどあの例えば「君の夢は何なんだ」って言ったらその小学生の子は「僕は野球選手になりたい」 でだから練習するバッティングセンターがなくなったんかなめちゃくちゃ悲しいってけど誰かが作り直さなって思うから僕が作るって言い始めたら大人たちがこうって言ったんですよお前なバッティングセンター作るのにいくらお金かかると思ってるんやってそんなもん無理に決まってるっていう大人がいっぱいいたんですでも僕はねそれ聞いた時切なかったですよねそしたら夢聞いてあげるなよってね 応援する覚悟を決めてから子供には夢を尋ねてほしいですようん、あこの子が何かやりたいって言ったら自分にできる応援をしてやりたいなっていう気持ちが整った時に初めて子供たちに夢を尋ねてほしいなってだってせっかく僕はこんなのやりたい野球選手になりたい言うてんのにそんなもん無理に決まってるって言われたらもう子供たちは大人に心開かなくなりますよもう夢なんか目標なんか喋らなくなっちゃいますよねだけど いくら言われてもその男の男子はねめげなかったんですですお父さんがあの牛乳配達の仕事をしてたんであのその少年は「お父さん牛乳配達を続けるやろ」って「僕はヨーグルトの方を担当するわ」って言ってで暗がりから一緒にヨーグルト配達ねたくさんの人に届けていっぱいお金稼ごってでそっからあのバッティングセンターを再建するんだって言ってねでそっからもう小学生のその子 街ですれ違う大人の人に「ヨーグルト必要ないですか?」あの僕暗がりから届けに行くから、ね、もしヨーグルト買うてくれるなら」って言ってもうそれ言いまくってたらやがてその「そんなもん無理に決まってるわ」って言ってた大人たちがちょっと彼から学ぶことが大人の方が学ばないかんって。 大人集まったら何の話してるかってじゃあ東電からなんぼお金踏んだくるかとかね行政からどんだけのあれをお金を引っ張るかって大人集まったら金引っ張ること話ばっかりしてるってでもあの少年は、ね、この町の野球少年たちのためにって言ってね本当に遠い遠い目標みたいな話を言っても。 一生懸命ヨーグルトを配ってるじゃないかってねそれ見てなんか大人たちが心洗われてですねでも僕はあの今日もねなんかいろんな話お届けしたいなと思ってるんですけど人間は絶対にこの思いを持つことやと思うんですよねね思いを思いよねでこの思いっていうのはなんか不思議なぐらいこう縁を通してこう人には伝わっていくもんじゃないかなって僕その小学生がもう日々 バッティングセンター再建っていつも言ってたらやがてねその話があの国保博樹さんってわかりますかねあのソフトバンクホークスとかで、まあ、大活躍4番を打ってて、まあ、最後の方ジャイアンツにも来られて侍、えーまあ、ジャパンの監督なんかもなさってた、まあ、プロ野球業界でも相当ね活躍された方の耳にその小学生の思いが届いていったんです。でそそのののの時に一人の小学生の応援もしてててやれんくってっつ国は コンタクトを取ってきてきですねそして君の思いが何かのお金につながっていくように是非とも本を出そうよってで僕が応援の推薦文の言葉も書くってで出版社も紹介しようみたいな話にトントンでつながっていってでその小学生が著者ということで本が出版されるんです。そそしたらその後に プロ野球選手たちとかが野球業界の皆さんがその子のために一肌脱ぎたいっていうそこから支援のお金やいろんなものが集まってきてね結局気仙沼にバッティングセンターが再建できたんですよ今営業してるんですよそのバッティングセンターの名前なんていう名前かお伝えしましょうかヨーグルトバッティングセンターって言うんですうん。で、大人たちがみんなあの小学生がヨーグルトを売り歩いたところから 夢を叶えた復興のシンボルなんだって、ね、何もかもなくなってみんなが絶望を感じてたのに顔を上げて上を向いて生きてる一人の人間の思いが奇跡を起こしていったときに、ね、子供であろうが大人であろうが、ね、諦めながら生きていくんか思いを抱いて生きていくんかだけでそれはもう人生はまるで違うわけですよね。でもそれを ね、経験してきてる、ね、そのお父さんなんかがその五円ぎとかに来ててねで僕皆さんの何千分の1だ今回の出来事なんかってだって3年後に「コロナコロナって言ってる?」って「絶対人間は乗り越えるよ」って「必ず克服するよ」って今が大変なだけであってでその今の大変さをなんとかね対策をしながらでも経済も回ししていきながら。 みんなで顔を少しずつでも上を向けていこうってそういうね仙台港の皆さんの顔を見てて僕なんかねすごいこう感動したんですその時に。で僕ねみんなの前で思わず手を挙げてしまいましてなんか僕はもう。 両方のの翼をもぎ取られたのごとくずっとうじ,うじ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 と一人で自粛してて気が付いたら、まあ、誰かが主催してくれる、まあ、そんなところへ呼んでいただいて話をするっていうのに慣れっこになってたんですね。だ、うん、けどあの瞬間に僕仙台のみんなの前であの「俺ちょっと腹くくるわ」って言ってですね「なんか今こそ僕届けたいことあるし」って言ってでだから全部その僕が主催者になる。 なんでもし感染者が出るとかクラスターが発生してどうってって今日も可能性ゼロじゃないと思うんですね。なんでもし今日もこれだけはお願いしておきたいのがもし感染者の人が出たりとかあのマスコミで何かって言ってさっきの遠藤祥子ちゃんが吊るし上げられるようなことになることだけはもうお願いですから勘弁してくださいねあのここの会場も僕の名前で借りてますななんでで今日の主催は僕なんです。 だからあの攻めるのは僕一人にしていただきたいということだけちょっと始まる前にお願いをしておきたいんですけどでもそういうことを説明しながらこの仙台のみんなだけでもね東北だけでもええー、から俺やっぱりいろんな人に会いたいし言葉を届けたくってって話をし始めたらみんなねふわっって10人ぐらい手上がったんですですじゃあ気仙沼であの2日間やろうかとかね石巻で3日間 中村さんが話す場所の、ね、会場のセッティングとか地元の人たちへの情報の呼びかけそこまでは俺たちが応援団長という形でやるで主催はあくまで僕っていうスタイルでって話をしたらぶわー10人ぐらい手上がってね仙台市内でも登米でも一関でも何とかでも中村さんが今動かないかんっつってみんなに言われた時僕なんかもう本当に涙が出てきてですねで同時にここのことを 僕はなんか全国のつながってる人たちに伝えるだけ伝えたいなと思ったんで、まあ、Facebook っていうね SNS のライブ配信みたいな形であの、まあ、20分ぐらいかけてちょっと思いを伝えてもし全国であの僕も腹くくって動こうと思ってるんで同じようにほんなら力貸すわって場所借りて人に声かけて、まあ、そこまでのことならやったるわって。 もしそうやって言ってくれる人いるんやったらここにメールが欲しいんですみたいなことをライブ配信でお伝えしたら、まあ、5日ぐらいの間に95人ぐらいですかね手が上がって中には今日の翔子ちゃんもそうなんですけどあの、まあ、年内で2回ぐらい新潟でやろうって他にもね3回ぐらいやろうとかっていう人たちもいるんで合計すると100 110か所ぐらい。 僕本当に涙止まらなくなってですね3か月間何にもせずに自粛してましたからなんかもう真逆の状態になってで、まあ、7月16日からちょっと動き始めている、ね、今全国アンギャーをしている途中で、まあ、年内のスケジュール帳がほとんどもうキャンセルだらけで真っ白に近くなってたんですけどあの20分間で真っ黒になった時に。 ああ僕人前で22年間喋っていろんなことを伝えてきたんですけどだけどそこで出会った人たちとあちゃんとつながってるなってでしんどい時にこそ応援してくれるっていう人たちが、まあ、人間関係だけでも僕本当に尊い尊い,尊いつながってるっていうね安心感を抱けれるそういうなんか感動を覚えてしまいましてまあ そそれこそ12月の20日にもペン長新潟で話すんですけどその前の日にぜひとも上越にもおいでやって言うて上越で応援団長の手を挙げてくれてる方もねねいてくれてるんでまたあのそれ12月19日でしたよね。なのでまた上越の方にちょっと下向いてる人いたらまたねああの方にれん連絡をって言ってもあチラシも持ってくれてるあまた興味ある方はもらってってほしいなと思うんですけどですけど。 本当にありがたいことに、あのー、まあねこう面と向かってまあ5月のゴールデンウィークぐらいの時にはあの実は僕もこれからはオンラインの時代だとかあ、ね、これから世の中にいろんなことが変わるぞみたいな話がワンワン出てきてで僕もまあオンラインとか超苦手な方なんですけどでもスタッフと一緒になんか僕もズームとかようわからんかったもんでこう喋ったりしてみたんですけど。 やっぱり45回やったんですけどねやっぱりあかんかったんですよなんか僕には大うてないんかなんかその、ね、こう画面にこう顔はね出てるんですでこう喋るんですけどその鼓膜までは僕の声が届いてるような感じはあるんですけどだけどねなんか僕は本当に何て言うかな人って僕自身もそうでしたけどなんか人生がガラッと変わるというかねなんか ここから俺おもろいこと起こるぞみたいな,なんかこうねその時のたった一人との出会いで人生が急変するとかなんかそこでスイッチ入るとかっていう出来事って結構ねなんかたくさんの人が経験されたりすると思うけどやっぱり変わるタイミングのそういう時って出会いとやっぱ言葉やと思うんですよね。どどんんんなな人人と出会ってののかでどんな人の言葉を 信じるかっていうことでなんか人間って大きく変わるかなってでその言葉も,もう僕もそうやったんですよ18の時焼き鳥屋さんでね僕はたまたま隣に座った人と何気なく会話始まってねで水知らずの人なんですだけど喋ってる時僕はあの時明らかにこのたまたま横に座った人のと2時間ぐらい会話したですね。 でもなんかもう思いが込み上げてきて自分の中のスイッチがバンバン入るんですよその2時間の間に。でもその時自分で感じたのは「この人の言葉は鼓膜が震えてるだけじゃないわ」ってなんか僕の心の奥深いところまでズドーンズドーンってくるってもうこのね鼓膜を通り越して心の深いところまでドーンドーンってくるこういう時が なんかこう人の何かにスイッチが入ってる時ちゃうかなみたいに思うんであのオンラインでやってる時まさに鼓膜、えー、までしか届いていかへんなってなんで僕はちょっと天の邪悪なとこもあるんであのみんながオンラインオンラインって言うんやったらあの僕はちょっともうやっぱりスーパーオフラインで行こうかなと思ってですねそれもやっぱりこうねお会いしてですよ。で皆さんのこのこお顔をね こう見ながらああこの人は今も大体ね今ちょっと何の話するか探ってる途中なんですけど僕ね始まる前にどうしてもね何の話するかを考えることができないんですよ例えば15分前に考えたとしてここに来て皆さんの顔見た瞬間に考えてたこととあなんかこの雰囲気違うわって思うと考えてしまってるとなんかパニックになるんですよね なんでいつもまっさら状態で来てで最初になんか大したことのない話をしながらあ皆さんのこのうなずいてくれてる人とかがいると安心するんですよなんか身内に見えてくるんですよなんかね「分かる分かる頑張りやん頑張り頑張り」みたいなふうに応援してくれてるように見えるしなんかなんとなくこう。 背もたれもたれてなんとなく車に構えてらっしゃるとなんか僕の言葉がパーンパーンってこうこう弾かれてるようなねでも弾く人もいてくれてるとなんかガッツが出てきたりとかですねでもそれがまた僕にとってライブ感の楽しさでもあるんであのまあそんな話をしながら今ちょっと考えてる途中なんですけどですけどまあ僕はね あのいい伊勢の人間なんですよあの伊勢神宮のある伊勢のね。でまあ、まあ、テーマも今日はちょっと変わりゆく時代に変わらないことっていうのがテーマになってるんですけど僕のいる伊勢の伊勢神宮ってあの僕はねあの変わらないものを当たり前に子供のとこから見てきたなっていうのがすごくあるんですね。っていうのはあの伊勢神宮って行かれること あ、あ、ありますかね。あれ、あれ、ありますよね。あ、あの。伊勢神宮は、あの正式名称は、あの、皆伊勢神宮、伊勢神宮って言うんですけど。本当の名称は神宮だけなんですよ。もう神宮だけなんです。で、で、まあ、ね、内宮さんと外宮さんと。って言って、二つが伊勢神宮と思ってやる方いるんですけど。実は三重県内に百七、百二十五個の。拙者末者をひっくるめて、まあ。 神宮なんですけどね。でもまあ鎮座されてからもう約1300年近くになってきますけど、だけどご存知ですかね伊勢神宮ってね変わらないことをものすごく大切にしている場所です。あの多分今ぐらいの時間ってまあ、もうちょっと遅がりからあのアマテラス大神にお供えする食事なんかを作り始めるんですけど、今だにですよ今だに縄文時代と同じ鎮座した時と同じ あの聞いときしゅり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 しながらの火起こしから毎晩やってるんですよあの横にチャッカマンがあっても使わないんですよわ <laughs> かりますね。だから便利な時代を知ってしまうと人間ってどん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 能力が薄れていきますよねだけど未来永劫伊勢神宮を守り続けていかねばならぬという新職の皆さん方の強い思いはいくら便利なものが目の前にあろうとも ね、それら全てがある時突然なくなってしまうかもしれないこの間の,その震災の時なんかでもそうですけどだけどいまだにシュリ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 やってそしてうーお食事の用意がなされてでそれでうーこうね神主様があの届けていってでそんなこともそれと伊勢神宮にはあのねお花をつける木が一本も植わってないです。 あの例えばあの桜の時期になんかこの神社さんは桜がきれいやなっていう神社さんあったり梅がきれいやいうとこやとか綾めがきれいやとかねなんかあじさがきれいやとか,なんかそういうお花で人が集まるみたいなイベントやられたりする神社さんもありますけど伊勢神宮は杉とヒノキしかないです。 なんで花咲かす気がないんで冬になっても落葉しないし紅葉もしませんねなんで年がら年中景色が全く同じなんなんんでです。花が一輪も咲かないね心のふるさとはいつ来ても同じなんだっていうでいつ来ても変わらないんだというのが人間にとっての一番の安らぎなんだそうです。んなんで、だから、まあ、 比較対象例えば一つ例に挙げると例えば東京ディズニーランドなんかはどどどどんんんん新しいアトラクションを作りますよね大阪の USJ でもそうですけど芸能人使ってどんどんテレビ CM を売ったりとか変わりゆくもの変わりゆくものにどん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 興味を示すように興味を示すように宣伝広告をするんですよ。けど伊勢神宮は一切宣伝広告しないですよね。 あのあの観光協会とかねなんかああいうのがあの伊勢神宮を前面に出しながら自分らのホテルや、ね、旅館に泊まってもらおうみたいなんで周りが広告を打つことはありますけど神宮は宣伝広告費ゼロ円ですた、ね、や東京ディズニーランドなんて何十億ってかけると思いますよ、うんうん、で変わりゆくものを追いかけさせられてる。 っていう部分があるんですよね。ファッションの中でもそうでしょ。毎年毎年流行りが変わりますよね。誰かが仕掛けてるんですよ。で、どん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 変わるということが魅力的というふうな感覚と、それとね、何も変わらないのに年間800万人も参拝に伊勢神宮は来られるんですよ。ね、800万人ですよ。ね、それこそ日本有数の観光地で、しかも考えたらいくら再生員入れて。 ねえ自分のなんかお願い事が叶うかどうかなんて費用対効果なんか何の証明もできませんし100万入れたから願い事が叶うんなら入れる人もでも100万の束とか正月なんかいっぱい入ってますもんね。それぐらい信仰心のある人なんかがたくさん来られたりとかってなさるんですけどでもいまだに何も変わらないです。 ま僕はあんんまり初詣って行かないんです。これはもうおじいちゃんがねいっつもね「初詣なんちゅうもんにはあんまり行くもんやない」ってよう言われてで行くんだったら年末にお礼参りに行けってでお礼参りに全国から来られてる人たちはね本当に単なる感謝の気持ちを伝えに来てる人たちなんやってだからとても心も穏やかでとてもこう優しい雰囲気の人たちが年末は多いと。 でも1月1日日がまたいだ瞬間からね「我先我先」とで自分の願い事自分の願い事みたいななんかねもう人種が変わったかのごとく人の雰囲気が変わるってだからあの人間はねそのどんな人たちと一緒にいるかっていうことでも随分と影響を受けるもんやからだからお前は感謝にあふれてる人たちの輪の中に いなさいって僕おじいさんによを言われたんです。うん、なんであのまあ年末の神宮がなんか意外と好きですけどね。ですけどまあまあちょっと神宮の話し始めるとちょっと長なるんでまあこの辺にしときますけどあのー、だけどあのまだやっぱり言っちゃいますかねなんかあの参道ってね通っていきますよね参道ってでも僕たちが生まれてくる時もお母さんの参道を通ってきましたよね。で参道ってうの中に あの伊勢神宮ってまた今度行く時やったらあのこうう宇治橋っていう橋を、ね、渡ってからこう右へずっと内宮さんは奥へ入っていくんですけどちょうど3分の1三分の一のところにあの小石がね小さい石がバーって埋めてありますわ。で3分の1ずつ区分けしてあるんですでよくご存知ない方はあの真ん中とかも平気で歩いて行かれる人いますけど伊勢の人たちはやっぱりね分かってるんです。真ん中の3分の分は神通ってて言いましてね 神様が通るところなので,で右3分の1を歩いて帰りは左3分の1を歩いて戻ってくるっていうのが、まあ、いわば参拝の時のしきたりなんですけどでもこの真ん中を通る陣痛ってこれまた不思議でしょ陣痛が起ここらなないいと山道に赤ちゃん降りてこないで,すもん、ね、でその陣痛を避けてですよそして一番奥に「将軍」ってね正しい「宮」って書いて「将軍」に皆お参りに行かれるわけですけどでも お母さんのお腹の奥には子宮というねあの子供の宮さんと書くお宮がありますよね。なんである意味ではこう命戻りというか,なんかそういうことをなんか感じるためになんかお伊勢さんに来られる方がね大昔からね命がけで一生に一回はお伊勢さんっていうでそれがいまだに800万人もね来続けてるっていうこの何も変わっていないのに人の心をつかむ 続けてるものの道理というか断りが感じられるようになってくるといくらよ人世の中が変われど何かこうどこかある場所にいや変わらずとも生きていけれる。 大,大事なものがあるんじゃないかなっていうことをこう自分にこう問いかけれたりすることが何か僕ができるんかもしれんなっていなことをちょっとねなんかこう序盤になんか様子を押し量りながらまあ喋ってるわけなんですけどでもまあさっきちょっと言いかけましたけど僕もそのたった一人の人との,その出会いで焼き鳥屋で隣同士に座っただけです。だけどその時に 僕がが問いいかかけられたことがいくつかあってあのちょっともう原点みたいなあちょっと僕のこと知ってくれてて来てくださってる方が多いと思うんですけどあの全くあんたのことは何も知らんどんってあ全然知らずに人から誘われて何を分からんうちに今おんねんやみたいな僕のこと知らないっていう人どれぐらいいらっしゃいますあ ちょこちょこあんまり多くないですあ、ありがとうございますあんまり堂々と挙げられるのもちょっとなんかこう <laughs> あの、お前まだまだ有名じゃないからみたいな風にこう言われてるようなちょっと切ない気もせんで、そこの小学生そんな挙げんでええねん <laughs> けどあの まあまあね、ご存じない方は,、まあ、そは普通やと思うんですあの知ってる方の方がちょっとマニアックかもしれんかなって、ね、だけどまあ知ってる方はちょっともう耳にタコ出きかけているかもしれないですけど、まあ、初めての方にあのちょっと気を使ってですね簡単にちょっとなかなかこの簡単に自己紹介することが難しいんですけどう、ね、ご存じですよねだからおとついも長岡でそうやって言ってて結局2時間自己紹介で終わったんですよ。<laughs> えーですけど。 まあ、ちょっと簡単にほんま難しいんですけどね僕はあの日焼き鳥屋で18の時あの日スイッチ入ったんです。でなんかもうなんかもうこうスイッチ入って涙止まらんになってしまってだって僕はあの時 もう夢もないし目標も何にも見つからなかったし自信もなかったし自分のこと好きじゃなかったですしで高校も僕は高校受験失敗して県立高校落ちてで行きたくもなかったあのアンポンタン私立ギリギリ引っかかったとこへ行ってでも悪さばっかしてたから定額処分高校3年間で5回くらったんですあの頃先生ここの膝の上でよう泣いてね担任と生徒指導が「もう頼むから中村は来ないでくれ」って。 もう頼むから自主退学していってくれって「もうお前が来ると迷惑なんや」って言われましたで僕本当に、ね、だけで僕たんでにねだってうちへその、ね、定額食らって帰ってくるでしょで4回も5回も食らうからもううちのおかんなんかまた買えってなもんですよねでねでそんな話してるとうちのおかんはお茶碗持ってねお箸持ちながらもうめっちゃ大きいため息をはあってつくんですよ。 もいからっぽいになるようなでねもう何べんも何べんもため息ついてね「なんやねんお母ちゃんそのため息は」って言うとね「私なお前の顔見てご飯食べてるとこのお米が砂利に思えてくる」ってねねそれとかねもう何本飯食うててもな味がせえへんわってもうて「今ならコロナに感染してんちゃうか」言うてツッコミ入れるところですけどでもね味覚障害を起こすぐらいあんたの顔見てると味がせんって言われるぐらいね 我が腹痛めて産んだ子ですけどもう心配事だらけですよ。で「お前一体どうすんねん」みたいな話です。何にも努力もせえへんし何にもお前取りえもねえしみたいなねほんまにそうやって言われてたんですよ。そうだけどまあ地元でちょっと就職できんくてで、まあ、僕は兄ちゃん東京におったからあの、まあ、東京に兄貴の後を追いかけて、まあ、都会なら。 僕のこと誰も知らんとこやしなんか一から何かできるかもしれんとか思いながらまあ行ったんですけどでもまあ橋にも棒にもかからんで、まあ、最初はこの土木作業員って、まあ、いわゆる日雇い妊婦であの土方のアルバイト昼間やってで夜はまあドーナツチェーン店で、まあ、フレンチクルーラーばっかし言いながらあの販売店員しててねなんかベロを巻くなあえて毎日言われてましたけどふっと油断するとフレンチクルーラーってなっててですね。で もうその頃は文句ばっっかり言っとったんですよもうおもんねえおもんねえ言うてねもう仕事なんか何がおもろいんかみたいな腹立つやつおるし給料大したことねえしとか言ってねもう文句ばっかり言っとったんですよけどそんな時に偶然か必然か分かんないんですけど縁のもんですよね一人の人とたまたま隣同士座ったでその人の言葉聞いて僕はね180度変わりましたよたった2時間でねそう思うと 出会いいいとと言葉は僕は僕すすごいと思いますなんで皆さんにも是非お願いしたいのは新潟の未来を担うのはやっぱり今の学生さんんや若者たちやと思うんです皆さんに出会った時に希望にあふれるような話をよかったら聞かせてあげてほしい。ね、なんかこの大人もあの大人もしんどそうやな大人になるって思んねえんやろうなって大人になるって なんかきついことばっかりみたいやみたいなふうになんかね出会いを通して新潟の子どもたちがそう感じたらもう未来は先すぼりですよね先先を絞ななんちゅうんですかねなんか先細りっちゅうんでしょうかねだけどキラキラしてる大人の数が多かってみてください僕みたいな何の取り柄もないアンポンタンでもあの日を境にスイッチ入って人生まるっきり変わり始めたんですそして気がついたらこんな ね毎日毎日のように人前で話していろんなことを発信するようなやつに僕高校の時まさか将来講演家になるなるんて思っ本何冊もねまあ11冊僕まあ大手出版社から一応本出してますけどだけど高校の頃のあの誤解定額食らってたあの時将来自分が本を書くなんて1ミリも思ったことなかったです。だけど僕が出会った人はね 僕と喋りながらこうやって言ったんですよ僕は夢がない目標がないっていう話をこうしてたらそしたらねうん夢なんかなくてもいいんじゃねえかって言うんですよねえって僕今まで出会ってきた大人は全員が夢を持て夢を持てって言ってきたんですよほんで一緒だったですよね夢を持てって言われると僕夢がないって僕は見つけられやんって こうっっててて、いつも言っててでも途中からもうほんまよう聞かれるからですねもう途中から面倒くさくなってきたんであのなんかもうパッと話その会話を終わらせる言葉を見つけましてね大人から夢を尋ねられると「すいません」と「学生の俺に夢尋ねるならば申し訳ないけど先にあの大人の方々の夢を聞かせてもうてもよろしいでしょろうか」ってこうやって尋ね返すとねみんなプツッと黙るんですよね。 ほら大人が持ってないんですもん学生が持てんくても当然でしょうっていっつもこうやって言って話スパッと終わらせてたんですけどだけどねそれなりに高校の同級生とかは、ね、僕はこんなになるとかあんなになるとか言うてんのもおるしで僕は何も見つからんかったらこの出会った人がね「君な考えてみなよ」って言って、ね、僕はね僕三重県の高校まで中学卒業までは ものすごい山奥の田舎でで生まれそうだったんですよそのでも山猿みたいな生活しててだから15歳までで山猿だったんですで高校たった3年間だけある程度人が住んでいる10万ちょっとの、ね、三重県伊勢市へこう下宿しながら行ってたんですけどでも隣に座った人にね「君高校3年間で何人の大人と会話してきた?」って、ね「学校の先生下宿屋のおっちゃんおばちゃんたまに床屋に行って床屋のおっちゃんと何ぼかしゃべったか?」って。 服屋にたまーに福会に行った時店員さんとなんぼか喋ったかってでそんなときに心がブルブルくるようなねそんな会話大人としたことあるかっていや一度もないってしかも高校下宿3年間テレビなんかなかったし情報ったら大人と喋ることぐらいですけど僕何もなかったんですそしたら俺ね君に言うといてあるわって君が知ってることは小顔と小さかぞって。 まあこの人熊本出身の人だったんですごい熊本弁でる人でまあねちょっとあの人の話するとちょっと熊本弁僕も映って出てしまうしちょっとあの分かりやすいかなって関西弁は僕のセリフなんです熊本弁が師匠のセリフみたいなまあ落語みたいな感じで受け止めてもらうといいかなと思うんですけどねなかよかっってお前の知っとることは小顔と小さかぞってお前世の中んかお前小顔と広かぞってねえ。 お前こんな少しのことしか知らないのにそのこのちっぽけな情報量の中から絞り出して絞り出して絞り出して夢とか目標とか職業とかを言うのかって「君ななんでそんなに人生の着地点を慌てて決めなきゃいけないんだよ」ってね大人たちに言われてきたかもしれんけどそれが常識かどうかは自分で疑った方がいいんじゃないかって。 ね、俺はね君に言ってあげたいわって今無理やり職業だ夢だ目標をね絞り出すことよりも僕はね夢にも思わなかったような将来を生きてみたいそれの方が楽しくないかって夢にも思わない将来だぞって言われた時「え夢にも思わん将来ですか?」って「ってことは今日現在僕には分からんちゅうことですよね」って「そらそうさ」って「俺にだって分からないさ」ってけどね 夢ににも思わわんんん人生生たたどり着く生き方があるんだよってこっててこ言われたんですそれってだって君さ分かってるところに行くのってあんまりワクワクしねえだろうって何に化けるか分からないんだよねって思いながらだけど君の性格とか人間性にドンピシャハマるものに出会ったらきっと幸せを感じると思わんかって僕講演家に 22年前になっ,たんですけどなってしまったんですけど楽しいですわやっぱりだってなんでって僕小学校のガキの頃からしゃべるの大好きだったんですよ毎日よしゃべるやつやったんですね本当にねうんそれがあの、まあ、今日も僕の実労働時間は、まあ、6時半から8時半の2時間なんですあの今日の僕の労働時間ね大体普通の人8時間ぐらい大体いい働きますよね。 僕も22年間も90分か120分しか働いたことないんでもう今更8時間働くのちょっと無理かもしれんと思うぐらいしかもここで座って喋ってるだけなんですよね。楽な仕事やと思いませんねそうだけどこんな職業が世の中にあるって高校の時ほんまに知らんかったです。でそれで食っていけるなんて思,思ったこともなかったです。本当に夢にも思わん世界にあの時隣に座った人が予言した通りの人生になってしまったんです。 だけど、僕はあの時なんか取り柄はたった一つでしたね。素直だったんですよ。この人の言葉信じようって、今までの世間の常識みたいなもんとか普通とかみたいなものがの。なんかこう大河の流れみたいなね。大きな川の流れみたいなもんを。なんかどっちかやったら信じてたんですよ。うんだから、からみんなと一緒みんなと一緒みたいにしてたところあるんですけど、あの日を境にみんなと逆っていう風うなことをすごくイメージするようになって。 あのねだってその時にこの。 ね、お隣座った人になんかちょっと笑かそうと思ってね僕その定額5回くらった話とかしたんですよその1回目はなんか興味本位でタバコ吸うて1週間謹慎狂ったとか、まあ、2回目は下宿でマージャンしながら酒飲んでたら先生やってきて現行犯逮捕で2回目が2週間でしたとか,なんか3回目は無免許で100人ぐらいでほんわまか言いながら単車乗ってって僕だけ捕まってですねで、まあ、その時定額3週間くらってでその次はジャスコでまジャスコってあのイオングループですイオンあれで万引きしてきた 物を学校で展示即売会で雇ってね でこれはまあ4週間の28日で学いただいて、まあ、最後5回目は隣の大学の女子の皇室を天井裏から穴開けて覗きに行っててですねであまりによく見えて口コミ広がっててある日50人ぐらいご案内せねえいけんことになってですねで50人引きずれて行ったら天井裏が持たなくてバキバキバキって言うたあとにもう一人ねどんくさいやつがおってねこう3の上をこう抱腹全身でうまいこと歩るでかなあかんのによう超えてるやつが足踏み外してズバッと落ちたんですよ。 脇の下までほいでね足ブラブラしてたら下の大学生に足持たれて引きずり下ろされたところからもうこの天井がブワーってひび割れて50人がドワー落ちたんですよね。ほいでまあ歴代先輩らがそこで吸ってたタバコの吸い殻や缶ビールの空き缶やんねワンカップ大関の空き瓶やんあんなもんいっぱい落ちてきてもうそれらすべてがもう僕のせいみたいになってですねもう,も,うもう5回目になったらもう何日でも大額ごたるらみたいなノリでほんで35日やったんですよ。うん、だけど まあ勉強はね何もしませんでしたけどさけどそれは僕のいた学校ねそれこそ伊勢神宮に携わる学校であの神宮工学館っていう昔はね国立神宮工学館っていう名前だったんですよ。 もうすごいい名前だと思います、ね、もう右翼養成学校みたいな名前でしょ。だってねもう入学と同時にもう効果より先「君が代」を歌わなあかん歌う練習せなあかんです。で校歌もねもう今でも覚えてますけどね「神みのに湧くしらくもの流れくる」。 あまあ、こんなとこがいいかなもう途中でね「この土この国土を愛しつつ」とかね「この国土を愛しつつ」とかね「三親の道を清らかに」とかねもう本当にこの神道の学校なんですね。でもともと国立神宮工学館だけど戦争に日本が負けてから GHQ にいっぺん廃止されてる学校なんですよ。 なんか大和魂が育ってしまうとか日本人に生まれたことに誇りを持たすような教育をこの学校はし続けてることをやめろっていう形で廃止されてる学校なんですでも後ほど戦争から20年ぐらい経ってから私立で復活した学校なんですでも色濃く戦前のその名残が残ってましてねだってもうねめちゃくちゃ厳しかったんですよそれから5回もでかくくったところあるんですけど あの毎朝、ね、朝礼がありましてねで8時半から朝礼始まるんですけど8時25分には1,400人ぐらいの全校生徒が糸張ったようにビシッて並んでるんですよ5分前にでそれね誰も号令かけないんです自分たちでビシッて並ぶんですもう体育館に並べてるあのスリッパを見せて差し上げたいですよ。見事ですよビシュー 並んでて人間もビシー並んでて25分から30分までの5分間全員無言です黙って立ってるで1400人もいてるのに先生マイク使わなくていいんです誰も喋らないからでね国旗に対し注目ってから始まるんです8時半 で8時半ジャストに国旗に対して注目みんなビシッてしょでね直れって直るでね左向けー左行ったらザーザーザって1400人左向け左ね神宮用拝礼って伊勢神宮に礼するんです直れってシャーシャーシャー戻るんでレれ右って今度はまれ右するんですで今度ね球場用拝礼皇居に向かって礼するんですこれが朝の僕らのお勤めでしたねそんな学校だったんですなんで年に何遍も神宮参拝ってあって伊勢神宮に参拝に行ったらもう もう北朝鮮みたいな歩き方ですよみんな本当にで誰も喋らないもうザッ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 って歩いていくんですここで1400人が二例二百0一1がビシって揃うんですだから僕らあの二年生の時に修学旅行九州行きましたけどね普通の高校と全然違います関門海峡を渡ってまず太宰府天満宮から始まるんですよ あとね、阿蘇神社宮崎神宮霧島神宮神社巡りばっかりですわもうそんなどっかのテーマパークへ行くとかそうなねもうどこ行っても神社ばっかりなんですよでもそのたんびにいつも伊勢でやってることと同じことを僕の同級生400人ぐらいですけど。 2例2拍手1例ビシって揃うしもうビシって並ぶしでよその学校は先生がハンドマイクで「おい聞いとんか!」「並べこっち向け!」「おい聞いとんのか!」って散々やってるけどうちの学校だけ号令なしなんです。もうねみんなが「おたくら」なんていう名前の学校なんですか言うてね観光客から尋ねられると先生方は「私たちは三重県伊勢市からやってまいりました神宮工学館から」みたいな「うわまた自慢芸人」みたいなでもあの学校に行くと。 定額を比べますとね1日1回最初の1週間タバコで禁止食らった1週間7回要するに教育直後を書かなあかん学校やったんですよ。ご存知です教育直後って。 明治天皇が明治23年10月30日に日本人っていうのはこういう生き方を生きるべきなんだよっていう天皇陛下から頂い,いたありがたいそのお言葉みたいなこれもねもう終戦と同時に教育の現場から消えてなくなったんです戦争に負けた瞬間から。 でそれから日本人が日本人というなんか背骨を失ってしまったみたいな感覚があるのかなと僕は感じますけどでも工学館高校は定額処分ををとと、ね、のごとくこれを書かなくなるんですよで僕ね1回目の定額で毎日4時間ぐらいかかるんですよ書くのに。 ほんで書いて毎日7回書いてでそれを定額明けに伊勢神宮にもう二度と悪さはしませんっていうふうにあの誓いを立てに行かさせられてだけどアホやから忘れるでしょで2回目定額くらったら14日間なんでまた14日間毎日書くんですよほんでまた奉納に行くけどアホやから3回目食らうでしょ次21日間書いてさその次は28日間書いて最後35日間もうね最初意味全然分からなかったんですよ。 さけどね何べんも書いてるとね行間からね明治天皇がが出てくるる感じがすすんですよ、ね、なんかね意味分からんくってもよう言うじゃないですか「あの読十百遍意おのずからつづず,ずって言ってね意味が分からんくっても100回読めば意味が分からなくても100遍書き写していくとその何か感じるものから意味が分かるようになるっていうそういうのことわざが「まあ、読十百遍意おのずからつづづ」なんていう言い方で言うんですけどですけど僕ね 何にも高校3年間で勉強しませんでしたけど、教育直後だけ完璧に覚えてしまいましたね。もう卒業して33年経つんですけど、今でも多分ちょっとちょっと聞いてみます。なんか久しぶりに言いましょうか？ なんでこんな話になな話ったのかなあの、まあ、チン思うに」って「チンって寝、ね、天の陛下は自分のことを「私」とか「僕」とかって言わない「チンはって言うんですよね。で「ち思うに」「我が高層高層」「国を始じむること公園に」「徳を立つること信仰なり」「我が新民欲中によくこうに」「億長心を逸にしてよいよその美をなせればこれは我が国体の成果にして教育の宴厳また実にここに損す」「汝新民父母にこうに」「慶憑に言うに」「夫婦愛哀し法友愛信じ」「教権己のを自し博愛衆に及ぼし学を納め行を習い持って知能を 開発し特許を成就し進んで公益を広め政務を開き常に国権を重んじ国法に従い一旦緩急あれば義勇公に奉じ持って天井無休の幸運を付与すべし核のごときは一人賃が中了の新民たるのみならずまたもって汝紀祖先の威風を検証するに至らこの道は実に我が高速高層の幾にして孫新民のともに遵守すべきところこれを個々に通じて謝らずこれを宙外に施してもとらず陳南寺新民と共に県県服用して皆その徳をいつにせんことを濃いねご明治二十三年十月三十日漁名拒字 で、終わりなんです。いやいやいや。まじゃあのその拍手されると困るんですが、そのあの普通に学校行ってるやつはこんな覚えないんですよ。あ、繰り返し定額をくらったやつだけがこれを覚えてしまうやつ。なんでなんか負の遺産みたいな感じなんですけどもだけど、僕ね。 18で伊勢から東京出てきた時に結構年配の経営者の人なんかとお会いすると「僕伊勢の人間なんです」って言うとね「ああお伊勢さんの伊勢かいなそらそら」って言って「僕ね伊勢の小屋からかもしれませんけど」って今みたいに「賃を思うに我が高速高速」って言い始めると当時33年前もう涙ボロボロ流してくる年配の経営者の人たくさんいました。まだ おったんか、日本に、君のような青年がとかね、やっぱり伊勢の子は別格やなって、いや、別格に悪だっただけなんですけど。ですけどね、なんからそんなこと、でも、それがおかげで、僕はね、すごく年配の人に、よう可愛がってもらったんです。あ、ちょっと、お寒いですか。ね、あ、ちょっと寒そうなんよ、枝、あの、枝豆をくん、あの、ちょっと、クーラー、ちょっと、緩めべたってもらおうか。 彼この間おった時枝豆農家っていうから「枝豆よ」っていう名前を僕はつけたんですけど <laughs> あのねまあまあそんなねあのえ変な話をしてしまいましたけどだけど僕はねもうあんぽんたんでねそれこそこの師匠に出会った時にねそんな話してたらまあ笑かそうと思ってね5回も定額食らってこんなんでこんなんでとかってその時も確か教育直後言ったと思うんです。そしたら 君はなかなななかかおもろいいややつっやっててう話になってねでだけど一つ尋ねてみたい「君何のために高校にそもそも行ってたんや」って当たり前のことですけどね何のために高校に行ってたのか別に高校って義務教育じゃないから行かなくていいですよね。勉強大好きな人が行きゃいいところなんですけどでも猫もシ子も行きますよね。僕あれれ尋ねられたたにえ何のため いやそんなこと考えたことねえけどでもまあみんな言ってましたしねうちのおかんも高校だけは行っとかなあかん言うてましたしねってこうやって言ったらあ空そら空回りの3年間になるわねってだって何のために行ってるかっていう理由すらなかったんだろう君ってそしたらね悪さもするしアホな時間ばっか過ごすようになるわってでも例えば君が医者になりたいって お、ね、親父みたいな医者になるって、まあ、僕の親父は医者じゃないですけど親父みたいな医者になりたいたくさんの人の命を助けるような人間になりたいって例えば夢目標みたいなスイッチ思いっきり入ってる高校生なんか多分ね頑張れって親言わなくて大丈夫ですよね,ねせあのかなり優秀な高校に行かねばならない分かってますよ本人で医学部のある大学に受からねばならない分かってますよね。 で夢を見つけるってい,うことは壁がいくつもできるっていうことですよねだけど何のために俺はこの勉強してんのって理由が見つかってる連中はねいくつ壁ができてきても絶対諦めませんわなんぼでも乗り越えていきますこれが人間のすごさなんで,すよ、ね、でも口先だけで夢言ってると1つ目2つ目の壁で挫折したり諦めたりするんですよね。でそれほんまもんの夢じゃないっていうことなんですよね結局はね。 けど、僕はいわゆる金魚の糞状態ですよ。本当にみんなが行くから行ってただけなんです。だから授業も何も聞いてなかったです。で、親に勉強せえって言われても、何も勉強せんかったです。で、皆さんの子供さんはどうかわからんけどね。勉強せえ勉強せえって言っても勉強せえへん。こうはねする理由が見つかってないだけですよ。その子がアホなんじゃないですよね。勉強する理由を一緒に見つけてあげて、スイッチが入れば子供なんてな。な エンジン、自分で動かしていくもんです。うん、だって、そうでしょう、さっきの野球少年の話じゃないけど。あの子らも、ね、小学生の、四年生と二年生やったけど、ね。 将来プロ野球選手になるとか言ってね野球選手になるとか「おお頑張れよ!」今はお前いっぱい飯食ってもっと大きいならなあかんわ」言うてねしたら「せやなー」ってなことを言いながらなんかカットボールはこう投げるとかなんかツーシームはでまだそんな結構せんてえんねんってなことを言いながらさっき遊んでたんですけどでも彼らが本当にスイッチ入ってたら新潟で例えば分離とかあの甲子園に行くような学校にどんなに頑張ってでも入っていくと思いますよ。 そして朝からドロんこになるほどの朝練やってもあの子たちは文句言いません何でか分かります何のためにこの高校選んだのって甲子園に行くためですよその理由があればエンジン動いて文句言うたりドロんこになって練習時間がどうだのこうだのみたいなことをごちゃごちゃで言いませんもん誰もでそれがスイッチ入ってるのと大多数の入っていない高校生との大きな違いなんですよね。僕はその大多数側だったんです 何ににも考えずに学校行ってましたから「ね、そらな勉強もせんわ」言うて「じゃあお前何のために東京出てきた?」って言われたんで「まあ、俺地元で就職できませんでしたからね」言うて、ね「兄ちゃん東京いてるしまあ大都会なら何とかなんのかな」ぐらいのこと言ったらね「何ともならんよ」って言われました「そんなチャンスなんか落ちてないからな」って言われて「じゃあ今土木作業員とドーナツ屋のアルバイトしてる」って言うけどその仕事はね君何のためにやってんだって。 言われた時僕「いやそれは答えれますよ」って言ってね「だって俺親父とも大喧嘩しながら家で同然でうち飛び出してきましたから仕送り1円も送ってもらわれへんですわ」って「そやけど俺一応飯食うてかなきませんしね生活してかなきませんしねまあ誰かってそうやと思いますけど」ってこうやって言ったのはニヤニヤ笑いながらね「本当にそれだけか?」って言ってきたんですよ。君飯食うために働いててんのかって 生活のためだけに働いてんのかって皆さんそれ自分が問いかけられたらどう思いますそれ誰かかかっってて飯食ってかなあんで誰かって家のローン払ってかなあかんかったり車の借金払ってかなあかんかったり子どもの教育費に金かかったりって結局金のことばっかりちらつくけれど本当に金のためだけですかね僕はは人間の心には ね、金を稼がねばならないという世界共通の理由が全員あると思うでもその理由以外のところにですねその人間の命を輝かせる答えと理由がその意外の部分にあると思うんですよね僕そう教えられたんです。君の心の心中に飯食てて生きかかなあかんという理由以外のねその理由を自分で探り当てた時君の命が輝き出すよって。 そして誰かとと比べるることもなくなく俺はこれのために頑張ってるんだっていうものに出会えるかどうかだぞって言われたときに「その通りですよねまさしくその通りですわ」ってもうねなんかそれをね見つければ君の魅力っていうものが出てくるんだってこんなふうに言われたときになんか僕ね めっちゃワクワクしてきてこの人と喋ってて「中村君心配せんでええぞ」と君は今まではなその学力っていう物差しでいつも比べられて頭がいいか悪いかねその学力の物差しで比べられて今まで学校に行ってたかもしれんけどなこう学校を卒業して社会人になった瞬間からはね君に必要な力は人間力だよってお前がいるからこのお店に遊びに来てるんだ君から物を買いたいんだ。 あなたと一緒に働きたいんだあなたのお話が聞きたいんだあなたじゃなきゃダメなんだって言われるその体からにじみ出るほどのね魅力のことを人間力ってでもこれはねテストで測ることができないってこうやって教えられたんです。ももうねもうねワワクワクししてててきましたよ聞いててだけど あなた一体何やってる人ですかなんちゅう話になったらまあ年齢聞いてまず驚いたんです僕絶対40超えてると思って喋ってたら実年齢26っておっしゃってですねどんんんけけ老けてんのと思ったんですよね体でかいし迫力満点で声もでかいしですねもう怖っみたいな雰囲気なんですよなんかプロレスラーみたいにしててですねでお仕事何なさってんですかってこうしたらよっぽど何かすごいことしてる人やと思ったら。 軽トラに果物や野菜積んで「いらっしゃいませいらっしゃいませ」言うて軽トラで八百屋やってるって言うんですよ。学的でね僕「え軽トラで八百屋さんやってらっしゃるんですか?」って「何その仕事」って思った瞬間「お前俺の職業を聞いてバカにしたろ?」って「いや、ま、慣れてるから大丈夫俺毎日バカにされてる」世の中はね職業で人間が上か下かを決めたがるんだってそりゃ医者やってたらあいつはすごい。 ね、超一流企業で勤めてたらあいつはすごいって弁護士やってたらあいつはすごいって言われるって軽トラの八百屋のことすごいって言う人は一人もおらんけどね俺は思うんだって軽トラの八百屋で終わるつもりはないって俺は自分が事業を立ち上げて大学時代になってで稼ぎまくったってけど22歳の時会社全部倒産したって借金だらけの地獄の底に落ちたってでそっからこの軽トラの八百屋で今俺は這い上がろうとしてるて。 でも俺は確実に這い上がるってもう一度事業家になるそしてその時ねやらねばいけんことがあるやりたいことがあるってでもなんで俺が22歳であんなに儲かりまくってたね会社が倒産したかね君に俺ね 太鼓しのぎに話聞くかって言うて「ぜひぜひ」って言ったら「俺は早稲田大学に行ってたんだ」って頭いいですよね早稲田行きながらまあ言うたら高校の時も熊本で一番頭のいい高校から早稲田入ってらっしゃるって頭いい人なんで高校時代の同級生の中からもう東大入る人や早稲田や慶応やもう上智や青山学院やなんてもう当たり前のように入っていく同級生がいっぱいいるわけですよ。でそのみんながね 大学受かって東京生活が始まったらみんな家庭教師のアルバイトをするだろうなということを高校のとこから企んでたそうですなんでこの頭の、A、同級生を自分が何十人も束ねて家庭教師派遣業という会社を作ったら俺は椅子に座ったまんまねたくさんのお金を稼ぐことができるだろうということを高校の頃から企んでたんだそうですもう次元が違うでしょ うん、でそれがきっかけで家庭教師派遣業みたいなことからアルバイト斡旋とかいろんなことをね会社作ってやりだしたらバンバン儲かったんですらしいんです。でねもう俺はもうまずはね腕時計は80万のロレックスから始まったってでブランド物の服着てカバン買うて時計買うて車は当然ベンツ場いって誰も暮らすやんタワーマンション暮らして俺はみんなからチヤホヤされたってみんなから青年実業家って言われたけどねその後。 大切な身内からどんどん離れていったなんでかわかるかって俺のお金の出口が間違えてたからやこう言われたんですお金ってね入り口と出口があるのをご存知ですかね入り口は世界中の人毎日考えてますよ今以上に儲けるには何するべきかなとか今以上に稼ぐためにはどうしたらいいか今以上に売り上げを上げるためには何をすべきかの入り口は誰でも考えてるけどね君 出会っったのもなんかのもか縁や覚えてきなさいよって出口を先定めた方がいいよって稼いだお金をね何のために使うかなんだよって俺はあの時ね服買うて時計買うて車買うて物買うて物買うて物買うて何手に入れたと思う自己満足だよって他人との比較だよって俺はそいつに勝つために生きてるんじゃなかったって。 同級生の連中よりも豊かなふりするために仕事してたんじゃなかったんだよってけどね物買うて物買うて他人との比較を気にしてね若い時してたらね大事な連中がみんなバカらしくなって離れていったしたら俺の事業をどんどん下り坂下っていったってで気が付いたらもう止めれなくなって全て倒産ってでもあの時俺がね世の中の困ってる人たちとかね 手差し伸べててやりたいいなっていうそういう人たちのためにそのお金をある程度使ったりとかねそういうふうにしてたらあの連中はもっと頑張ったんじゃないかなもっと俺を応援してくれる人たちが増えたんじゃないのかなって下手すると人間のお金の出口一つで未来が上昇するスパイラルに入っていくかその時一瞬稼いでてもその後に下降スパイラルに落ちていくかっていうこれもまたねお金を お金によって人間の心が操られるまやかしみたいなもんなんやぞ」って「僕ねすごいこの話すごいなこの話」そう思いながら聞いててそれで「だけど俺はねもう一度事業家になっていくんだ」って。うん 例えばこんなこと例えばこんなことを熊本でもやりたいって言ってね頭考えたらボサボサ頭で服もボロボロだったですねでもそのね頭ボサボサでボロボロの借金だらけの26歳の人の言葉聞いてて僕も心に突き刺さりまくってしまってだって今はまあかいつまんで10分ぐらいで喋ってますけどこれをたっぷり2時間聞いたんですよもう涙止まらんかったですもん途中からそれと同時に僕思わず言ったんです僕 あなななたたたみたいい男になりたいですって「僕あなたみたいな大人になりたいです」って言って言うたと同時にでもあなたみたいになる専門学校とかないですよね世の中に、ね。だったらあななたのそばにいいるしかないですよねだから僕弟子にしてくださいって「俺何でもやるから弟子にしてください」って言ってもう胸張って言ったんです。 だけどねほんの2ヶ月前まで高生だったんですよでその時はね僕が思ってたことは友達に連れられてよく進路指導室にねよう連れてかれていろんな地元企業の,この採用のためのこう資料がこう貼ってあるんですよねそのその進路指導室へ行くと。でみんな同級生たちは僕らが見てて信じてたものは何を基準にどんな会社に入りたいかっていうのは結局は最初お金だったんですよみんな。初任給いくらもらもえるか でね2つ目はね将来性を考えて大きい会社名の通った有名な会社は簡単には潰れんだろうから将来のことを考えたら安心して生きていけれるなという将来性を案じて大きい会社有名な会社これが2番目にみんなが見てたもので3番目はね世間体だったですわちょっとでもおしゃれ系の仕事についてたら女の子にモテるかもしれんなとか同級生たちが俺のことをお前はええよなみたいに言ってくれるかなみたいな。 お金と将来性と世間体の得か損かでみんな職業とか人生を決めようとしてたんですよ僕もそうだったんですだけど出会いってすごいですよねあの時まで二ヶ月前までそう思ってた僕が全く真逆の人についてたんですだって借金だらけやから給料なんかもらえるかどうか分かんなかったしこの人の持ってる財産ボロボロの軽トラしか持ってなかったんです あんな売ったって3万円ぐらいにしかならなかったと思います。だから将来性3万円ですよ。給料いくらくれるかわかんないですよ。ほんで軽トラ一緒に乗ってね売り歩いてて、友達がお前、えー、仕事に就いたなって誰が言いますねお前何してんねんって言われますよね。けどあんなに信じてたことの真逆、ね大きなの大河の流れの逆みたいなことなのに、僕はそれを、 超越するほどの人間の放つ魅力に出会ってしまったんですよこの人とならこのドベタスタートからしてもねなんか作れる もしかすると俺ら夢にも思わん人生になったらスタートラインが低すぎるから余計とギャップがあってその物語そのものが人を勇気づけたり感動させたりできるようになるんちゃうって下手したら本書くようになるかもしれん俺らのこと映画になるんちゃうとかって言いながら僕ら八百屋やってたんですよ。ででも本当にそうなったんですよね何冊も本書いて僕のことをテーマに45年前に実は映画も一つ出来上がったんです。 劇団四季上がりの人間が中村さんの人生を舞台のストーリーで使ってみたいとか今もちょっと言われてる話あるんで「もうなんぼでもやってみて」って言ってるんですけどですけどあの時その仕事がおもんないとかつらいとかって思い出すと人間って悩みのどん底に入っていくんですけどこれは将来ネタになるぞと思いながらしんどいことやってるとしんどさがしんどく感じなくなっていくんですよ。 ね、このだって僕らあれですよその頃ね、あねほんまに栄養不足でしたし寝る暇も少なかったしでよく僕はあのふっとそこら辺でタチションとかするとあのピンク色のおしっこをよくしてたんです僕は、ね、もう血尿出るほど頑張ったんとおしっこに血まじって他の連中も何人か血尿出してるやつ言いましただから師匠がね「おお出とるのーって言うんですよね。 いやいや出させていらっしゃるのはあなたなんですけどみたいなだけどお前今度おし,おしっこするときはね言えってビデオにとって記録に残そうって言うんですよね誰のタチションビデオに撮るかってもやめてくださいよって,ってあの時断ったけど今後悔してますもんあの時もしあれを録画してたら今日新潟の皆さんに僕の放尿シーンをご覧いただくところです僕18の頃これぐらいの血尿を流しながらやってたんですって でも将来この血尿が将来ネタになるって思いながら血尿してたんですよ。っていうことは血尿を流しながら悩みのどん底にいる人間とこれを将来ネタに変えたんねんと思いながら血尿してる人間は物の見方がままるで違いますよね僕はあの師匠から学んだことは一つは物の見方ななんんでですすよ事実は一つなんです見方が必ず二つ以上あるんですよね。 事実は1つ、つ方が2つ以上あるだから目の前のことをしんどいって思い込むからしんどくなるだけでそれをネタに変えちゃうって思い始めるとししんんどいが意外に楽くくなっていくんですまあ、そういうのも自分の心をセルフコントロールするまあ、ある意味では一つの手法やと思うんですけどねけど僕はこの方にそのいわばね自己紹介が長なってきてますすいません。<laughs> その夢にも思わんところへたどり着くのはもうね一つしかない人を喜ばせ続けろということですよ。人を喜ばせなさい毎毎日毎日人を喜ばせなさいいっていうのは皆さんもやってらっしゃいますでしょ皆さんは仕事ってあの例えばああかん前の方にいる人は僕のこと知ってる人が多いからこれを尋ねるとよくないその青いスカート履いてて黄色いシャツ着てらっしゃる方さっきあんたのこと初めてやって手上げてましたよね。 結構ニヤニヤニゴで笑いながらよう聞いてくれてるんで「お,お仕事は何をなさってるんですか?あ」。あ無職でいらっしゃったあ聞く人間違ったえちょいちょい何かやってるんですかあしてるんですかああどんなことやってるんですかおー空き家の片付けをおお。 お掃除をねああなるほど。あこのだとまだ30分ぐらい続きそうな感じがするんでちょっと <laughs> あ<の> <laughs> まあだけどこれもね見方いろいろあって、まあ、彼女はねお掃除をなさったり、ね、空き家の片付けをなさったりというふうにおっしゃったでもそれはね作業,れは作業なんですよ。でだけど本当の仕事は彼女に依頼した人がね もうあなたに頼んで本当に良かったって、喜んでくださることが仕事なんですよ。うん、僕たちは作業にまやかされてるんですよね。料理人は料理を作ることが仕事だと思ってるんですよ。でも違うんですって、自分の作った料理を食べてくれてるお客さんが喜んでくれてるかどうかというところまで確認をするのが仕事なんですよ。 わかかりますかね美容師さんは髪の毛切るのが仕事だってすぐ言いますけどねあんなもん作業なんですって専門学学校ででで技術を学んで国家試験を受けけて、ね、プロになったわけですよ、ね、そして鏡越しにお話ししてるその美容師さんに切ってもらってるお客さんが「この美容師さんなんて素敵な人面白いの?」って「私いっぱい髪の毛切る以上に元気もらってるわ」って絶 最高の人にまた切ってもらおう私一生この人から浮気せえへんっていうぐらい喜ばしてみてくださいこの1人のの人お客さんがどどれほどの営業マンになりますかねでも逆を返せば「この美容師さん何不平不満と足らんことばっか言うてんのなんかこの人の顔見てるだけで自分の元気も何もなくなっていく私こんな店二度とこん」て。て、ね、髪の毛は注文通りに切ってくれてるんですけどもう二度とこんてこうって言われる違いって人間力の差ですよね。 仕事っていうのは実は目の前でやってることは大半が作業なんですよ大工さんが打ち立てることもねみんなプロなんですもんだけどお金が集まってくる人が集まってくるね可能性がいっぱい集まってくる人たちは日々人をいっぱい喜ばせてる人たちです間違いないんですこれはねを、 誇り持ってやってる人たちのところに魅力を感じるから従業員やとかお客さんとかもいろんな人たちがこう集まってきてそしてこうどん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 広がっていくっていうのがあの僕は世の中の仕組みなんちゃうかな僕の師匠はいつもね仕事はたった一つ人を喜ばせることでも職業は星の数ほどあるってだけど世の中の学生たちはね職業の方を先見てててしまっっるよなってでもお前はね人を喜ばせるということを一番最初に ここに入れなあかんのってだけどね8 0やっててまあその後僕らはあの六本木とかにちっちゃな飲食店出しましてね全部金なかったから一番最初は積水。 った個々、あの旧、ー、だ、まあねまあまあ、いわくつきやったからもう保証金値切れたし家賃値切れたしもう金なかったから何でもええもう夜中になったらあの世の客でも何でもこの世じゃのうってもうええがなみたいなでさらカチャカチャ鳴り出したら「来てんで来てんで」みたいなね「ポルター軍か」とか言いながら「やれ、ええが」とか言いながらでも自殺物件から始まった僕らでしたけどでも六本木で4店舗と西麻布で1店舗ですかね。5店舗まで作った 時人をを喜ばせるっってて奇跡を起こすって僕もめっちゃ感じましたし体験しまししししたた体験もうどんな大学行くより学びが多かったですと、まあ、大学行ってないから大学がどれほど学び多いか知らないんですけどですけどねその頃もねそして僕まあ21で「お前はもう独立しろ」って「お前三重県で事業家になれ」ってそして「お前稼ぎ倒せ」と「で稼いだお金」で必ず三重県の皆さんに 喜んでいただく事業家になれようって分かっっってててるるややろうなってこうやって言われるんですよねだけどそのねそうやってね独立させられるまで僕は師匠にいろんなことを教わったんですけどでもその、ね、教わった中で一番でかかったことはそのねどんな職業でもいいんだってでも毎日毎日俺たちは人と関わってねそして人を喜ばせていくそれはね この人喜ばそう、この人喜ばそうと思っても、もう求めているものが人それぞれちゃうわけですよね。で、その求めているものにドンピシャハマれば喜んでもらえるかもしれんけど、ね、求めているものって分かんないじゃないですか。けど、ね、ずれることなく確実に人を喜ばせれるチャンスは、向こうがくれるって言うんですよ。で、それをキャッチして、それはね、どういうことかっていうと、ね、物を頼まれた時やって僕は教わったんですよ。 中村君この暑い中すまんけどコンビニ行ってちょっとこあの水一本こうてきてくれ言うてね言われた時に僕は18人頃、ね、師匠に出会うまではね「クッ!」 めんんんくせえななで俺に言うねんこんなクソ暑いかって例えば先週の,この新潟みたいなもんですあの台風10号の影響を受けて暑そうだったですね毎日天気予報でなんか体内視が40.2度とかいうのを僕もテレビで見ましたよ。あ新潟の人ら今頃もう煮えてるやろうなってでもあの時大阪も暑かったですよ僕大阪にその時おってね。で僕の部屋が 拠点がまあ大阪にもあったり東京にもあったりするんですけど大阪のベランダへこの時計に温度計ついててこれ日陰なんですけどベランダ出したら48.5度だったんですもんもうね大阪ほんま暑いななんか夜になってもねあのビルがストーブみたいな感じなんですよで道がホットプレートみたいな感じなんですよほあの室外機から出る風が温風ヒーターみたいな感じなんですよもももうう夜になってももうムーン もう体から1 0ンチぐらいなんかもう暑い空気がまとわりついてるみたいな感じでねもう息苦しいぐらい暑いですよねもうほんとあれ昼間の日なたやったら50度軽く超えてますよ間違いなくだってあのベランダの日陰で48.5度ですもんねもう毎年毎年わけ分からんことになってきてますけどそんな話してるするわけじゃないですけどだけどねその草暑い中水凍ってこいって言われた時に僕は舌打ちしてね めんどくせえな、もう自分で行けよまんまろたつわってで歩きながらねもういらん文句ばっかり言ってましたもう髪の毛せっかくこのワックスつけてちょっとチュンチュンしてきてんのにもうこれもうぺったんこになるわとか化粧ずるずるに落ちるわとかもうシャツ汗でベトベトになるわとかもう嫌やわ嫌やわいうことばっか考えながら歩いていくから自分の心が不機嫌になっていきますよねけど師匠はね頼まれた時に気づけって習慣にしろって言われたのが「頼まれごとは試されごと」っていう言葉やったんですよ。 お水ですすかいやー試してますね先輩ちょっとこの炎天下の中でのけぞるような使いっ走り行ってきてるからもうまあま楽しみに待っといてくれと思いながら僕たちはコンビニ目がけて箸って買いに行ってたんですで。って全力で走ってくるんです。でもね箸ってねあの年上のねおっちゃんものけぞらしてびっくりさしたるぜと思いながら走ってると笑えてくるんですよ。 自分が上機嫌になってくるんです自分の機嫌ぐらい本来自分で取りたいですよねでうわ走りながら汗吹き出してきてもねこんなとこで吹かないんですよでもうジャジャポジャかいてあごからぼタぼタ汗落としてで汗の出方足らんかったらその辺の水たまりの水ちょっとジャバジャバかけたりしてもいえやないですかでもう、まあ、ザザポザかいてドータポタ汗落としながら「ただいまーで」ってハはハはハってもう。 オーバーバなぐらいヒヒハハ言いながら蓋を開けて「お待たしましたい!」ってひざまずいて元気いっぱい渡してみてください。大人たちどんな反応すすると思いますお前走ったんかいもしかしてこの炎天下の中を変えてお前バカじゃねえのかって言いながらみんなハンカチ渡してくるんですけどねよく言われましたよ「お前みたいな18歳初めて見た」って「水こうてこいで走るようなやつ初めて見た」「冷たいもん1秒でもはよ届けたろ」って。 お前そう思いながら走ったんだろうってお前などんな仕事でもお前は手抜かんのだろうねってどんな雑用でもお前は一生懸命やるんだろうねってただこれだけで出会ってる大人の心わしかんでると思いません一日生きてると204回頼まれごとくるんですよ僕はあの師匠に出会うまで毎日204回下打ちしてたんです204回自分で不機嫌になるように自分で不機嫌になるように自分で仕向けてたんです でもあの出会いがきっかけに180度変わりました。頼まれごと来るたんびに「喜ばせるるチャンンンスをピンポイントでで教えててくれてるんですよよし喜んでやったる」って「びっくりさせたるわ」って「便所掃除しといてくれるか?」って言われたら「便器眠れるぐらいやったんだ見とけや」と思いながら「うわら」って「もなづの便所掃除」とか言ってね いやなね飲食店とかだと洗い物とかね誰かってやりたくないようなそんな洗い物なんかでもいやーしもうね日本一の洗い物やったるってもう摩擦で脇の下から煙で出てくるような洗い物やったるってそう思いながらやってみてくださいよ。ペーペーで入ったってね調理場にいる料理長だとか大先輩たちもねみんな若い時洗い物から始まってるんですよだから一番最低の仕事を本気でやるとね通り過ぎて一流になってる人たちがね こいつは使い物になる男やって一発で認めてもらいますよ。 だから僕は中学生生や高校生たちに言うんですよだ、ね、知ってる範囲がちょっとなのにね無理して夢だの目標だのだって出てけえへんぜなかなか言うてよっぽど親が医者とかねそういう人たちは夢とか見つかると思うわってそしたけど魅力的な大人に出会ってない連中はね夢ってなかなか出てこうへんぜってそして僕はあの人についてってよかったなと本当に心から思うのは心から尊敬してたんですよ。 最初の出出会会いいからとんでもなな人に俺っったなってだってこのコロナの自粛中にね僕久しぶりに高校の時の同級生とちょっと会ったんですよね。ほんとはそいつがね「お文明」ってやってきてね僕ん家へやってきてね「でお前大活躍やって」。 いや、もう同級生で嬉しいって一緒に覗きに行ってて落ちたのにのうとか言うてねそのくせ俺は何もなんできてないみたいなお前がもうみんなが心配するほどアホやったのにもう一番の心配のネタのお前が誰よりも出世して日本中で話してるって新聞に載ってるお前のねことね僕が例えば三重県でまあ伊勢でね このコロナになるまでもあのちょっと障害者の方々のための,あの A 型就労支援のレストランとかねそんなんやってたらちょっと引きこもりとかニ位と言われる連中らのうこうなんかこうね立ち直れるようなそういうことも北海道とか沖縄とかでいろいろもうこも16年経ってくるんですけどいろ、まあ、んなことやるのにお金使ってやってきててでもそれらも同級生たちから見たら「お前はな48まで借家に住んでたって、ね、俺ら知ってるって」 俺らみたいな金のない連中たちがみんな結婚と同時に無理して家建てて35年ローン組んでなんか気ぃ付いたらローンのために働いてるのにお前は俺らよりずっと稼いでんのにお前ずっと借家に暮らしながら家のローンで使うはずのお金をお前は俺たちと全く違うことにお金を使ってたって。 それは同級生たたちがみんな言ってた、うん、俺はいっつもなみんながやることとちゃうことをやるから目立ってるだけのことなんやってってだって本当にそうなんですよねだって48になってマイホーム建てるともう子供に襖破られることもありませんしねもう大きなってきてますしほいで本当にもう自分の思い通りの家を作ることができる。僕は、ね、48の時にあの まあ例えばこんなんも変わった話に聞こえるかもしれんけどま,あちょっとまたこうやって道それるとまずいんですけど例えばね僕ある建築家に出会ったんですよ変わり者の建築家に。でその人の話聞いてて僕この人を感じながら一生生きていきたいって思うぐらい自分の仕事に誇りを持ってる人やったんですよ。 中村さんって日本人はね積水ハウスだ台湾ハウスだ三沢ホームだとかねいろんななんか積水ハウスとかいろんなこの CM とかに騙されたりしながらねなんかねみんなこの家がええんじゃないあの家がええんじゃないとかって言って結局また友達とかと比べたりしてるってけどな本来はね家の中で過ごす時に寝てる以外に一番多く過ごすのは椅子に座ってることなんやって。中村さんあんあたもね 一生この椅子で俺は家の中でくつろいで過ごすんだっていう一脚の椅子に俺は100万かけてもいいと思うよってこの椅子が俺にとって最高に居心地のいい椅子っていう椅子を見つけてみてその椅子に座ってるその時に。 見えてるここの目の前の景色こっちの景色こっちの景色それが自分にとってどれほどの安らぎと幸せを感じるそういう景色を作るかって日本人はね家家をまず建ててからニトリへ家具買いに行ほん,んで,すよでニトリへ家具買いに行って安い家具工程で何べんも買い替えてるってでもね俺は中村さんには家を建てる時一脚の椅子から家づくりを考えてほしいって言われたんですよ。 この一脚に椅子に座って僕は毎日何を見て生きていくのかなっていうその景色をね一緒に想像しながら相談しながら一脚の椅子から見える景色を基準に家を作る僕はその建築家の人とねそんな話してるうちにもう吸い込まれて吸い込まれてしていってそしてその人にお願いしたんです。だけど僕ん家もし遊びに来ることあったらあの分かりますよ。僕がその椅子にに座った時にね 僕んんの家の窓ガラスってすごく低いんですよ、ね、違和感があるほど低いんですよなんで,でかっていうと僕が座った時に普通の位置に窓があると外のね電線が見えるんですよ。彼は僕に日常生活の中で電線を見てほしくないんだってだから窓を低くして作ったって。で低くしたがためにその低いところに見えるどんな景色をそこに作るかって。もうそっからなんですよね。 で僕もねその話になった後はもうねカーテンも電気もドアノブももう何もかも僕は何一つ注文をつけなかったです。全て和田さんの思うがままに作ってくださいって僕は一生を和田宏と毎日生きていくんだって和田宏を感じながら生きていきたいんだって僕は人間が建てた家にちゃんと住みたいんですって。 機械が作って簡単に出来上がったものの中に血が流れてるように気がせえへんって僕はね流れる血を感じながら家に住みたいからってでもこんな心境になったのも48になったからなんですよね。 26や7で結婚した時はそんな感覚は見つからんかったと思うんですだから僕はそれまでは嫁はんにも言いましてねなんかボロい家の方があの子供もねあね思いやりのある子供に育つと思わんかとかって無理やり例えば水張ってな水張ってからお前外へ出てってバチンバチンしながら火つけて風呂沸いてくんの1時間かかるでシャワーもついてませんそんな風呂やってみて俺んちの今がそうやけどそしたらね ザーバザーバザーバザ,ーバ,ザーバ洗面器でいうザブザブ使うような子供は育たんよって今なプルリンプルリンプルリンってお湯が沸きましたお湯が沸きましたみたいなあんなお風呂で小学校のとこから風呂使ことってみて水代ね水道代もガス代もみんな親父が払うねんやってんなもう私の知ったこっちゃねんやってもうザン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 シャワー使こてるってねでザン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 シャワー使ってたら自分よかった遊んでいいっていう性格になると思わんて。 ででもちっちっゃな湯船でな体も洗わんと飛び込んで自分の赤浮いてたら次入る家族があいつもう体洗うてから入ってくれや」ってそう思いながら兄弟喧嘩にもなるだろう。でもそうやってしながらなるべく少ないお湯でなるべく少ないお湯で1人ずつがお風呂に入れば後から入るお母さんもたくさんお湯が使えるよなってそうやって 心を育てる家っていうのは「ボロい家がいいねん」とかいうわけのわからん僕の話にうちの嫁はん騙されやすいから「なんかそんな気がしてきた」とかなんか言うてで結局僕が48になるまでずっと借家暮らしでねずっと騙され続けてましたけどだけどまあ最後にね作った時キッチンだけは嫁はんの意向を全部取り入れましたけどねだけどまあ何の話からこんなにななってますか、うん、ですけどその頼まれ事は試され事ですよ。 なんでまあ今、僕嫁はんの話も出ましたけど僕ね結婚して嫁はんともう22年ぐらいになってくるんですけど僕ねめっちゃ自慢が一つあって嫁はんと喧嘩したことないんですよ一回もうせえやんって思うでしょそれはね喧嘩するほど一つの理由は喧嘩すするほど家に帰ってないんですよね年間300日出てると年間で家で寝るのを20日ぐらいしか寝らないんですよ 喧嘩なんかやめとこうよっていうことにまあなるっていうのも確かにあるんですけどだけどね頼まれごとあためされごとがもしよかったら皆さん僕と出会ってこんな話、ね、聞かなあかん縁になってしまったわけですよ誰かに連れてこられたりしてね。そうやけど今日からよかったら奥さんからねあの例えば、ね、旦那さんがふっとシャワー浴びようとした時に「あごめん。 「ちょっと湯船の掃除私してないのよ」って言ってシャワー浴びながらちょいちょいでええから湯船の掃除ちょっとしといてくれへんかなって言って申し訳なさそうに嫁はん言った時もしご主人方ねそこで頼まれごとがめんどくさいと思ったら舌打ちです。「お前な風呂掃除ぐらいしとけや」って「この炎天下のクソ暑い中俺どんだけ汗かいて仕事してたと思ってんねん」って言いながら風呂掃除頼まれただけでめんどくせえと思って舌打ちするとねこっから喧嘩始まるんですけどね 今日から奥さんが「チューチュー言ってから風呂掃除しといて」って言われた瞬間に「お頼みましたね奥さんもう眠れるぐらい綺麗な風呂にしてのげぞらしたのか」と思いながらどうせするんでしょいやいやする風呂掃除よりも好きになって結婚した嫁はん喜ばしたろってそう思いながらやったってみてくださいよ。右手にバスマジックリーン左手にカビキラーですわ。ねえあんでも。 こんな,なんかステンレスかなんかの棚にこのあの詰め替え用のポンプ式のやつ入れてるでしょ3本ぐらいボディーソープとシャンプーとリンスみたいなうちもそうですわあの棚横へずらしたら後ろ黒いカビ固まってると思いますよもう何十ペンも詰め替えてるから容器も汚くなってると思いますよビガビガにしちゃってみてくださいよ後から入ったよめはんねありがとう あんな綺麗な風呂私初めて見たかもしれんもう最後に排水口を見たけどもう歯ブラシでやってくれたもしかしてってもう私あそこに髪の毛詰まってんのもう知っててんとかってもうあんなとこまで綺麗にしてくれてありがとう言うて抱きついてくれば夫婦の仲仲良良しししはもっと仲良しになりますでしょだから僕らはね毎日毎日喧嘩するか仲良しになるかっていうこのせめぎ合いを生きてるんですよ。 頼まごとは試されごとを習慣にしてみてくださいって夫婦ますます仲良くなりますからだって昨日のニュース見ませんでした今100歳以上のお年寄り8万人超えてるらしいですよ。見ましたね九1998年の時はね1万人もおらんかったんですよ。ねこの22年間で100歳以上の人が8倍に増えてるんです。僕たちが100歳を迎える頃もっと増えてますよ。 僕ら医療がもっと進んでいく中で100歳ぐらいいままで生きるる当たり前の世の世中になると思いますよその時80超えて90超えてきてんのにねまだそこまで来て喧嘩しながら生ききていきますか僕はどんな豪邸に住むよりどんな立派な友達よりえ車に乗ることよりも家の中に笑顔があふれてて家の中に「ありがとう」っていう言葉がいっぱい飛び交ってることが一番幸せなことなんちゃうかなって。 本当に心からそう思ってるんですねそしてそうやって夫婦で喜ばせ合ってると子供たちがそれととと同同じじここをすするんですよ同じことを学校に行くとね友達の喜ぶことをするで先生が「おこのクラスで今度の文化祭では」とかってなるとねもううちの息子ら3人ともそうですよ「おどうせやるんや」って。 先生のけぞるぐらい俺らのチームワークのえいとこ見せたろやんみんなでもっと努力してみて他のクラスの連中のけぞるぐらいこのクラスの団結力見せつけてやろうやって頼まれごとは試されごとっちゅうのがあってな言うてふっと言われたら予測はまるごとやんねんって言ってうちのコーラ学校でそればっかりやってました。 なんで僕のところの3人の息子らはもう今も大変ですよもう正月とか3人が3人ともねもう5人から78人それぞれ友達連れてくるんですよもうね正月なんか大変ですよもう嫁はんと僕と2人で朝から飯ばっか作っとかなんかなんですよよその子次から次へ来るんですよこれで朝になっったらら人ぐらい止まってるんですよ。 で「お前らもう帰れやいえとか言うてね元旦から何におんねんいたいっていうぐらいでも僕結局は夜遅うになってくるともう。 「おっちゃんの話は面白いおっちゃんの話は面白い」っていつもなんか言ってくるんで「しゃーないな」って言って若いやつらにちょっとこの非常識の話いっぱいしてあげると若者たち食いついていて3時4時までになって「もうおっちゃん俺帰られへんから止めてーな」みたいなことにしてしまうのはまあ僕が原因っちゅうのもあるんですけどねですけどまた話聞きたいとか言って今でもそうですし盆や正月はも大変友達いっぱい集まってくるからでもそれはうちの子供たちが友達に好かれてるからですよね。 じゃあなんで好かれてるんやっつったらやっぱり人間力なんですってそれは、うん、だって僕の子供たちは他よりもね友達少ないはずなんですようちの長男も次男も三、まあ、男中学3年生なんでまだ、あ、あれですけどね長男次男はまあ21と来月二十歳になるんかななんか2人年後ででこいつら2人とも高校行ってないんですよ、うん、僕は中学の時にその高校行くなら何のために行くかだけちょっと説明してくれってだってね ななんとなくみんなが行くから俺も行っとこうかなって行くんやったらお父さんと一緒のことになるでって一緒のことになって空白の3年間をせっかく多感な15歳16歳なんてね一番感性磨く時になんでみんなと一緒みんなと一緒っていう常識疑えやって言うてで僕は子供たちにまあ自分の子やからね好きなこと言うんですけどけどまあ例えばねあのみんなねうちの子供たちも。 な例えばあのあ今日ここに学校の先生いませんかねなんかいないことを祈りながら話しますけどあの例えば中学高校6年間で皆さんも英語の勉強授業を受けたと思うけど英語しゃべれるようにならなかったでしょ高校卒業した時外人さんと会話してるやつ同級生にい,い,いなかったでしょじゃあ6年間何しててんやろ俺らって思ったことないですか結局ね単語いっぱい覚えて文法いっぱい覚えて A 点た取るために勉強っとったんですよ A 学校に行くたための記憶力を鍛えてたんですよ僕たちはねけど考えたらそんなんめっちゃ大したことないと思いません隣のやつより A 点数取るとか何ちゅう名前の映画学校映画校入ったとかって言っても学校入って絡まりしてても意味ないでしょだから僕はね息子らに言ったんですよ。 お父さんは思うけどね英語の勉強っていうのはね世界中のみんなと友達になれるようにするために英語の勉強ってするもんやと思ってんでってお前たちの人生の将来の可能性をねこんな狭い狭い島国日本だけにとどめる必要ないやんって英語さえしゃべれたら世界で勝負できんでってお前世界に出て行ってみろ日本の枠を飛び越えためっちゃお前に適した職業が落ちてるかもしれんしなって。 なんでお父さんはもうお父さんたちがあの当時三重県から東京に行くぐらいの感覚でお前たちはもう俺らはニューヨークに行くぐらいのだってもう交通ももうめっちゃ発達してるんやしね通信手段もだって LINE さえつながってたら世界のどこにいても無料で会話できんねんでってお父さんあの頃は国際電話とかやったらちょっと喋っただけで何千円って話やったってでお父さんの学生の頃はな辞書見たら覚えたらその辞書のページ破って食べて覚えろって言われた んよってね「アホな話やろ」って「辞書のページ破って食べながら覚えるねん」とかって皆さんそうやって聞いたことありますよね僕と似た世代の皆さんと。でも確実にあれから時代は変わりましたよね思わんですか手のひらにスマホが載ってるんですよ今もう中学生たちの手のひらに。わからん時にもう覚えなあきませんかね山ほど。 ね、僕はもうと違ったら脳みそをもっと自由に束縛せずに自,に自由に自由に脳みそをもっと自由にしておいてあげながら必要な時だけ Google 先生に聞いてで答えが10秒で出てきたその答えを見つけた瞬間に動くことですよ。そしてこれを動いうもう時代はこれに変わってると思いません 文科省だけがついて聞こえてないような気がするんですよね僕不登校が多い理由の一位は絶対これやと思ってますよ学校が嫌なんじゃない友達にいじめられてるんじゃないうん、勉強が嫌なんじゃないんですよやってることに意味がないっていうことに気づき始めてる子たちが不登校になってますわ本当に今もう不登校めちゃくちゃ増えてますうん、早いこと気ぃついた方がええと思うけどなってもうこれからは動く時代ですよ 人を喜ばせなががらありがとうって言われる時代だから僕そんなことばっか話してた息子たちに。なんでね常識っていうもん疑った方がいいよって。うん、でお父さんはそしたら「じゃあお父さん英語喋れるようにするのはどうしたらいいかな」って言うから「うーんそやな日本国内で英語を喋れるようにするなら、えー、え日本語を喋れない外人の女の子と付き合うことやと思うで」言うて。 その子の言葉を分かろう分かろうとするわってこの子の言ってることを知りたい知りたいって思うようになるわ好きになったらってだってお父さんがそうやったってお父さんは心から尊敬できる人に東京で出会ってしまった焼き鳥屋でね心から尊敬できる人と一緒にいるとね尊敬できる人から用事を言われると人間って嬉しいんですよ 覚えありません青春時代大好きな女の子から「ごめんやけどちょっと手伝ってくれへんかな助けてくれんかな」って好きな子から言われたら「喜んで」と思いませんでした。君が思ってる異常のことをやってちょびっと好きになってもらいたいっていうなんか姑息なことを考えながらね好きな彼から用事を頼まれたら喜んで引き受けませんでした。夜も悩んでマフラー編んだりしたことありません 彼氏のためにもう夜中までかけて弁当を作ったことありません自分のためならそんな努力しませんよ夕飯の残り物詰めますよけど好きな彼のためやったら夜中までかけておいしい弁当を作る努力手抜かずにやりますよ人間は人のために頑張った時の方が努力するし成長するんですよだから僕は就職するなら心から尊敬できる人のとところに就職した方がいいと思い思ますなんで僕はいつも高校生たちの前で講演する時はいつも言うんです 君たちな何十年っていう人生を一人の人に尽くすんよ悪いけどってなんで会社から面接をされなあかんのあんたらって君らが先社長を面接してこいよってだって何十年も儲けさすんは君たちなんやでって社長は儲けさせてもらう人なんやでってなてで儲けさせてもらう側の人間に受かるか受かなんかを仕分けされなあかんねんやと疑えやみんなって。 でね会いに行ってな学生服着てたらどこへでも入っていけるから会社の受付行って「すいませんいやの学校の課題でちょっと地元企業の社長さんにインタビューが」とかって言ったら社長室まで通してこらもらえるよ多分学生服はどこへでも入っていけれるパスポートやから社会人になってからそんなこと言うと怪しいこいつと思われてね入れてもらえやんけど学生服はどこへでも入っていけれるそしてね社長室行ったら聞いてごらん社長さんあなたは 何のためにこの会社を経営してるんですかって聞いてみってもうね間髪入れずにあふれんばかりの思いを語る社長のことは信じれると思ってみたらいいよってでも先代か先々代かなんかが文章に残した経営理念みたいなややこしい日本語をなんかこの建前上言うような人はあこいつ中身ねえなって感じるさって。 もう一つ聞いていいてですかこの会社で仕事みんなで頑張って儲かったお金何のために使おうと思ってらっしゃるんですかってこの2つの質問してみて金の出口聞いてみてあふれんばかりの思いを聞いた瞬間に君たちの心がどう反応するか答えはいつもねあんたらの心の中にあるんってって自分の心がブレブレブレゾワゾワゾワこの人やって思ったら。 その人についてってみんよってっよ悪いけどお前これやっといてくれあれやっといてくれって言われるたんびに「はいわかりました社長あなたの予測上回ることやったる」って頼まれごとは試されごとがね何の苦痛にも感じなくなる大好きな人に喜んでもらいたいだから無理して頑張れって俺は言ってんちゃうねんって人間のせなんか心ってそういうふうに出来上がってるからってそしてね何より大事なのは。 人間っていうのは食べたもので体が作られててそして心はね聞いてきた言葉を信じて心って育まれてると思いません僕らはちっちゃいとこから聞いてきた言葉を信じて生きてるんですってでその口から発する言葉が皆さんの人生の未来を作っていくんですよね間違いないと思うんです僕ね、食ったもんで体が出来上がり聞いてきた言葉で心が作られてそして 発するる言葉で未来が作られる私には無理だと思うだって私自信ないもんっていう子供ね学生いるとしましょうよ。でもねまだ何もややっっててないやんって、うん、だけどこの子は何でそんな言葉を言うかっていうとねその子の多分お父さんお母さんがねちっちゃい時からその言葉をいっぱい使ってんのを聞いてきてるんですよ。だから動いて失敗するぐらいなら私自信ないもんって言っといた方が何もしなくて楽でいいですよねそそれを見てきててきるからううやって言うんですよね。 うん、だって僕たちはみんな生まれてちっちゃい時全員とっても素直だったじゃないですか。赤ん坊の時俺ひねくれもんだったったていいう人いますね、みんな素直だったでしょ だってみんなねハイハイするようになって寝返り打ってハイハイするようになって初めてこたつの布団よじ登ったりこんな椅子かなんか捕まって初めて日本足でつかまり立ちしたあの日のことを思い出してくださいよもう生まれたての子馬みたいにわなわななりながらほんでもお父ちゃんとお母ちゃん日本足で歩いてるし俺も行けるかなと思いながらこう行きましたでしょけど歩いたことないから歩かれへんかったじゃないですかほいでガランひっくり返って床でドーンって頭ぶつけて炭鉱物くってうわーって何べんも何十べんも泣いたでしょ皆さん。 でもその時「諦める」っていう言葉皆さんの頭の中になかったでしょ生まれてからまだ聞いたことなかったんですって、うん、だから「諦める」っていう言葉を知らんかったから歩く練習し続けたんですよで何十回も単行部作ったけどあの頃皆さんは諦めなかったんですな何でこんなバランスの悪い二足歩行を当たり前のようにできるようになったんですよね。今日四つん這いいできた人います いいまませんんんんでででししょょみなな歩きたたあんまり見たことないと思うんですよ56回チャレンジしたあたりでね「いやーちょっと俺日本足無理っぽいな」とか言ってる赤ん坊見たことありますこんなちっちゃい足のサイズで筋肉プルプルしかついてねえのに歩けるわけねえこんなもん言うてできない理由説明して歩く練習やめたやつなんかいませんよ。あの自,転車の自転車の乗る練習した時も同じですよ。 チャリンコを皆さんも稽古して乗れるようになったでしょ最初はこんな両側にこんな補助輪つけてねもうてほいでガラ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 言いながら立ちこぎとかしてで筋肉ついてきたあたりにこう片っぽだけ外されましたでしょで誰のうちもそうだと思うんですうちもそうやったんですでも片っぽ取られてもちょっと左側に体重乗せといたらまだ楽勝みたいなノリでわーやってましたよねでもある日 X デーが来て両方外されましたでしょ同じこと経験してるはずですよで後ろでね2台持ってるおとんかおかんに言うんですよね頼むで、ね 花さんといてや、持っといてや、言ってね、持っといたら、はよこげって言われたでしょ。でね、頼むの、ほんまに花さんといてや、持っといたら、はよこげって言われながら、こぎ始めると。世の中のすべての親がこの手を離すんですよね。<laughs> みんな、ふわ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 、なにからバーンこげて膝から血流しましたでしょ。でも、その時、思い出してください。親、ここまで顔を近づけて、約束してくれませんでした。心配すんなって。 みんなこうやってこけながら膝から血流しながら練習して必ず乗れるようになるんだよってみんなそうやって練習して乗れるようになっていくお前も絶対乗れるようになるからなって約束してくれたから子どもたちはその言葉を信じて練習し続けるからみんな乗るようになるんですよ。だけど中学生になって高校生になって私女優になりたいって言ったら「うんお前なら絶対なれる」って言えます 僕プロ野球選手になりたいって言ってる子供に「君なら絶対なれる」「お前なら絶対できる」って言い切れますだんだんね子供の年齢が大きくなってくるとね大人は不思議とねそんなもん無理に決まってるって言ってしまうんですよそんなに世の中甘いもんじゃないんやって言ってしまうんですよねけどね僕それもね本当に子供たちにとってはかわいそうだと思いますわ。 僕は例えばさっきの小学生のなんか2番目がもう耐えきれなくなってどっか外へ逃げてった感じがするけどあのでも上の兄ちゃん聞いてるからあれですけどねあの今4年生の兄ちゃんね僕はまあまあ理解できるかどうかちょっと分かんないですけどあの子が中学生高校生ぐらいになったらね僕絶対プロ野球選手に会うべきだと思いますよ。で会いに行ってねそしてねどんな練習してプロになったんですかってやってきた人間に聞くことですよ。 そしたら私はなこ俺はこんな努力してこんな努力してこんな例えば、まあ、僕ね実は阪神タイガースの,あの矢野監督とちょっと結構仲いいんですよねでしょっちゅうこうやり取りもしたりしてて、まあ、昨日もおともジャイアンツに負けたんでちょっともうなんか目が消えかかってきてるんですけどうんだけどまあまあそれでもねいろいろ、まあ、今年の沖縄キャンプなんかも僕呼んでもうて一緒に選手らとも過ごしてでもその時もね僕阪神の現役選手らとご飯食べてる時みんなさ 初めてプロ野球選手になりたいって親に言うた日のことを覚えてるって言うたらみんな「もうめちゃくちゃ覚えてますよ中村さん」ってすごいドキドキしながら言ったもんって「えなんでドキドキしたん?」って聞いたら「そんなの無理に決まってる」って言われたらどうしようって思ってたって「親がもし俺を応援してくれへんかったらどうしよう」って思ってたって子どもたちは夢を抱く時ね親から反対されることをすごく怖がってるんですよ。だかかからなかなか言いい出しにくいんですよ。 女優になりたいとか「そんなもんお前絶対無理じゃ」とかね「芸能界なめたらあかんわ」とかね「鏡で顔見たことあんのか」とかもういらんことまで言われるんですよねけど僕はね「女優になりたかったら女優さんに会いに行ってこい」って「うん、それかプロ野球選手になったからプロ野球選手に会いに行ってこい」ってでも阪神タイガースの選手たちはね全員僕らは初めてプロになるっていう話をした時にお父さんもお母さんも「お前なら絶対できる」「お父さんもお母さんもな全て失ってもいいよ」 お前のためなら何ぼでも応援したるって言ってくれた親に育てられた連中がプロ野球選手になってますあんたは無理やそんなんなれるわけがないっていう親に育てられたらプロにはならないですね女優にはならないですねでも僕は一流の人に子供たちを合わせるの結構好きなんですね例えば女優になりたいっていう子は僕は女優さんに合わせるんです あの宝塚上がりとかね劇団四季なんかの舞台女優とかねテレビ出てる系でもいいですよでそんなに合わせるでしょうそうするとね私はねこんな努力をして宝塚に入ったんよ宝塚は厳しかったけどねこんなこんな先輩たちもいてねこんなんだったけどだけど私はこうやって努力をしてきて今ここにいるのっていう話を聞いた時の子供の顔を見てるんです僕は学生たちのその時にね目ぇランランする子いますわ私あなたと同じステージに上がる。 私どんな努力してもあなたと同じステージに上がるってもうね前のみりんながながらねもう瞬きもせずに私絶対女優になるって決める子はねかなりの確率で女優になりますわもしくはそれに限りなく近いところまで努力をしますね、だけどね真逆も言いますよ話聞いてる最中にね涙流しながら中村さん私甘かったって 口先だけやったってほんまもんの話聞いてたら私なんかの手の届く世界じゃないってよく分かった中村さんってごめんこんなに段取りしてくれたのにだけど諦めるって聞いたら、うん、私諦めて違う方向で生きていくってうんけどねその決断は君自分で決断したんやからなってよう覚えときあって君辞めさせられたんちゃうからなって自分で決めたんやぜ後悔しなさんなよって。 ね、人間が幸せになるためのものすごく少ないいくつかの要素があるんですよ。そのいくつかの要素の一つがね自分でで決めるっていうことなんですよやるっていうこともやめるっていうこともだって車のバックギアと一緒車のバックギアは下がるためについてんじゃないですよ次の方向にに変換すするるためについてるんですよだから下がる必要はない君は次の方向を見つければいいだけどねよく自分で諦めるっていう決心したねでもその時に自分でピリオドを打ってるんです。 でもかわいそうなのが3つ目のパターン何も頑張ってないのに親に辞めさせられた子ですねそんなもん無理じゃお前にできるわけがないやめとけお前もそれなら普通に勉強しとけみたいなこと言われて辞めさせられた子はね一生後悔しますよあの時もし本気で動いてたら私どうなってたやろうあの時もし私本気になってたら今の人生とまるで違う人生になってたんちゃうかなっていうだって私自分で何も決めてない辞めさせられただけ。 この膨らんだ雪だるまの後悔ね後悔の雪だるまはあの世まで持っていくんですもんみんな成仏できませんって本当死守殉臣になってもまだ幽霊になって出てきますよ本当にねなんか変な話するもんじゃないですけど <laughs> だけどね僕はだから自分で決めさせるためには会うことやでってね会えるかどうかってやってみな分からんからそんなもんよって。 やっててみたらいいねん言うて例えばね沖縄のキャンプなんかに行ったら選手なんかいろんなファンといろいろ触れ合うやつこともいっぱいやってるしねいくらでも会えるよテレビ局の裏口で待ってたら女優なんかでもなんぼでも会えるってだって僕なんかも若いとこから、うん、僕長嶋茂雄さんなんかも自分から会いに行きましたもんね長嶋茂雄も星野千一も野村克也もみんな会ってきましたよ。 18の時武田鉄矢にも会いに行きましたかねやっぱ金八先生に相談した方がええかなって最初思って、うん、もっとね誰にでも会いに行きましたほんでね結構誰とでも会いましたね。うん、なんであの会えばいいって分からんかったらだってお母さんの言うことを信じててさって君お母さん女優さんになったことあるかって多分ないやろって。 だってやったこともないし経験したことのない人が空想で言っている言葉を君信じて生きていくのこれから先君の人生やで悪いけど得てやったことのない人の言葉を信じて生きてったらあんた人生わけわからんになっていくやろうって俺はいつもやったことのある人に勇気出して会いに行ってみその時の自分の心がどんな反応を示すかなんよって。 で絶対私やりたいって思った時に君の心の奥底から湧きあずる思いなんやってって人生に奇跡を起こすのは思いなんやからってその思いが人に通じていくから縁がつながったりとかね人を次の人を紹介してもらえたりとか君は素直だからなこんな人紹介したろう君素直やからこんな人に会うてみろとかって言って、ね、だって僕、ね、お金の出口で若い時からあんなね貧乏してた頃から僕あれですよ ね、あの大人になってからはその、ね、例えば障害者のなんかみたいなのにお金使ったり引きこもりのみんなのためにお金使ったりとかねだからそんなことやったりしてますけどで若い時は脳みそに金使いなさい出会いにお金使いなさいなんで友達から誘われるような飲み会なんか5回に1回でって、うん、だけどお前はな 新幹線乗るたびにグリーン車に乗れって言われてで僕はグリーン車の通路側をいつも買ってでグリーン車に一人で乗ってる人に18の頃から喋りかけ続けてきました今まで33年間で1,000人以上の友達作りましたでもみんな超一流のススーーーパースターたちですだから僕は10年以上前に今感染症のことねコロナウイルスで世の中が騒ぎまくってますけどその感染症の専門家と隣同士座ったことあるんです十数年前に。 その時僕聞いてるんですよ地球温暖化が進む海面温度はね海水温度が上がってくると東京湾の底に沈んでるウイルスたちだけでもね中村さんどれほどあると思うって江戸時代のコレラなんかももういっぺん戻ってくるぐらいのまあちょっとオーバーな分かりやすい言い方するとねってけど近未来で一番人間がね驚く出来事はウイルスによって。 世界中が震撼するっていう時が必ず来るからって私たち専門家からするとねこれから発生するであろうウイルス200数十種類は確実にこれから世に出てくるなってそういうのを私らはもう前もって今のうちから研究してるんだっていう話を僕十数年前に聞いてるんです。はそのために俺らができることは何なんですかって言ったら自己免疫力を上げることそれのみやって言ってました。うん、だって人間は ずっとリスキーな中生きてますでしょ今日車で来られた方をおいでると思いますけど車乗ると乗っててね人の事故に巻き込まれて交通事故に巻き込まれて大怪我するリスク背負いながら車乗ってらっしゃるでしょ歩道を歩いてたっていつ車に跳ねられて死ぬかもしれないですようん、だってコロナウイルスコロナウイルス言いますけど言うても風邪の一種でしょ今まで見たことないウイルスやからみんなこんなに言ってるけどでも風邪治す薬未だにないじゃないですか ね、風邪の症状を緩和すする薬はありますよ熱をちょっと下げるとか喉の痛みを和らげるとかなんかそういう症状を緩和するもんはいろいろ出てるけど風邪一発で治す薬はもし発見したら一発でノーベル医学賞を取りますよ僕ら何百年も昔からウイズ風邪を生きてるんですって。そうでしょ、うん、なんでその心配し始めたら心の免疫まで下がっていきますよ。 うん。だけどさねマスクをしよう万全の対策を取ってそして我が心だけは前を向こうじゃないか我が心だけは上を向いていこうじゃないかっていうその心の免疫も僕は絶対の大きいと思うんですよね。だかそんなことも含めて僕その新幹線の中でもう10年前からもう今回の話のもうシミュレーションはできてたんですよ。うん。なんであのちょっとあそこに座ってるみゆきさんっていう人にやっぱり。 腸内細菌がすごい大事でそれでちょっと特殊なあの乳酸菌を僕はあの人からよいつも頂い,いていつも頂い,いてますでしょっちゅう僕はあの無添加の梅干しを買って梅干しを1日1粒食べてますあと黒にんにくを持ち歩いてますね物薬で作った黒にんにくもうだいぶ昔から黒にんにくを1日1かけら食べてます。 でそれはいずれ訪れるであろうウイルスの何かの時の免疫力に直結するってだから僕は少なからずインンフルエンザににには回回ももかかかったことありまませせんん風も5年に1回ぐらいしかひきません本当にねだって予防接種なんか打ったことありませんからもう僕にしてみたらもう違和感しかないんでそんなもうけのわからない異物を体内にまあ皆さんはどう考えるかわかんないですけど、まあ、僕はそう思ってるだけなんですけどなんで。 なんかね、出会いを通してだからプロ野球選手なんかとも,グリーン社で何人も会ってます芸能人やいろんな人たちは国会議員やウイルスの研究家やもういろんなジャンルのいろんな一流の人たちに会ってきてるんですよねもう何十年もの間その代わり飲み会に行く数は少なかったそして服は買わなかったです若い頃は。 でねぼろもう師匠がそんな人やったからもうね僕の靴の先っちょよを口開いてきよったんですよあの若い頃ね。で口開いてくるけど一足しかなくてある日ねガムテープで朝起きていたら全部巻いてあったんですよ先っぽ。まだ履けっちゅうことなんやっていうそのガムテープを先っちょ巻いといてある靴をグリーン車でこうやって足組んでこっち側に向けるとねこっち側に座ってる人が「なお兄さん グリーン車に乗る前に靴買うたらどう?」って言ってね向こうからしゃべりかけてもらえるとスムーズに会話ができて「いや僕あなたに会いたくてガムテープ巻いてるんです」どういうこと?」って「僕お金の出口が大事やと思って友達と遊んだり服買うて喜んでる暇あったらねそのお金で僕の未来がぶっ飛んでまうぐらいのね すんごいい人に会っっててみたいなってそんなすんごい人たちとつながってみたいなってそしたら俺の将来の人生自分で思うなんていうもんをはるかに超越していく人生になるんちゃうかなってそう思ってるからこうやって会いたくてグリーン車に19歳なんですけど乗ってるんですって言うとねもうみんないっぱいいろんなことを教えてくれるんです。君君は素直やから君は素素直直ややかからら でお前もしなえったらこんな人にもおてみるかこんな人にもおてみるかお前素直やから誰にでも合わせれるわ」ってよう言われました確かに素直じゃない人はね出会いの連鎖が止まりますわこの子は紹介できやんだって人の話を聞く顔が素直そうじゃないってね俺の言葉弾いてるあこんな子は他の誰かには紹介できないってだからみんなもっと顔を作った方がいいですよ もううなずきまくってもう眉毛上げまくってね「ほんまでかそうなんですか?」マジまじっすか?」って「すごいっすね」ってまあよく使う相づちはね「すごいとなるほど」と「おもろい」を言うときはいいんだけす,すごいっすねーなるほどー」って「めっちゃおもろいですねー」って「すごいのす」となるほどの「な」と「おもろいの」王お」で素直なんですよ。この素直の相づちずっとやっとるとね「えんえん」喋ってくれますから「えんえん」なんでだから僕が「あもう時間が来た」 だから僕はそういう人に出会って育てられてけどね僕ほんと独立してからねあのお客さんいっぱい喜ばしてたら友達お客さんの結婚式にいっぱい呼ばれるようになってある日司会を頼まれたんですでそれを頼、ま、試されてると思ったんで引き受けてやったほしたら司会を頼まれることが増えてくるようになってそれで僕その後ブライダルをやるレストランを作るようになっていくんです。 もうブライダルやるななんんて思ったことないんですよ僕は若い時でもお前絶対ブライダルやるべきってみんなから役割を授けられたんでブライダルやるようになったんですほんでブライダルが大繁盛してたら君の経験してきたことがめちゃめちゃおもろいから悪いけどうちの勉強会で講演してくれ言うて大阪の人からある日ランチ一緒に食うてる時にふっと頼まれたんですよこれで僕「きた頼まれごと」 あのできない理由を言うてしまう頼まれ事っていう時に皆さんね例えば「水こうてこい」って言われたらいや俺には無理ですってなかなか言えないじゃないですか小学校1年生の時できることやから「ね便所掃除しとけ」って言われて「俺にはできないです」とかって言えないでしょ。けど「しね、司会はちょっと俺には」 そのやったこともないし、恥ずかしいしとか、講演なんかでもそうでしょね。大都会の大阪や神戸のバリバリの経営者の前で、二十代の俺が講演するなんて。勘弁してください。無理無理とかって、できない理由言っちゃうんです。でもね、できない理由を言ってしまう、頼まれごとほど。引き受けてみてほしいですわ。そういう時ほど、人生がぐわって変わります。まあ、水こうてこいぐらいでは、人生変わらないです。これ積み重ねん限り。 でもね、それは無理無理で例えば皆さんで例えてイメージ湧きそうなことは例えば PTA 会長とか頼まれた時どうですいやーお,ーちゃんもおじいちゃんおばあちゃんももうなんか最近夜中1人でうろうろ出歩いたりするし下にちっちゃい子もおるし私なんか無理無理他の誰かさんがええんちゃう他の誰かさんがええんちゃう言うて日本中 PTA 会長押し付け合ってるでしょもしよかったら今度頼まれた時にっこり笑顔で0.2秒で引き受けてみてくださいよ次の年に「 あの人ほど楽しんでる PTA 会長を見たことがないって。親たちがもっと一致団結すれば、この学校ほんまに良くなるよねっていう伝説を作る人物になる可能性がありますよ。僕約束してあげます。PTA 会長なんてそんなしんどいこと、私なんか絶対やりたくないと思うものほどやってみてください。1年後に僕に感謝の手紙書きますよ。 私は引き受けたおかげでこんなに大勢の人と出会ったこんなに多くのことを学ぶことができたでもあの時断ってたら何も変わらない人生が続いてただけだったって1年後僕に手紙書くようになりますよ、うん、それぐらいできないだから僕は講演頼まれたんで来月の勉強会って言われた時に「やります」「もう受けんかったら手ついて謝ります」って命取られる子ちゃんねえし」と思いながら翌月しゃったのが大阪で受けたんです。そして 「お前絶対講演会になるわ」って「俺が関西の人脈をお前に全部つなげるお前日本中のみんなの心に火ともせこい」って言ってねで大阪のその僕を最初に導いてくれた人のおかげでうわー広がってって年間300公演の講演家なんですよ。僕自分で人生一回も決めたことないんですよ。僕次こんな学校に行くとか僕次こんな仕事に就くとか僕は今度こんなことをやってみようかなって自分で考えたこと一回もないんです。ね。 先ねお仕事訪ねた人怒って書いてたんやろうか違う大丈夫あの方無職っておっしゃったけどええー、こと言う太郎もっててねあの人ねあの人さっき無職っていうのを多分ねこの内職って書いて無職って思ってると思うんですけど僕から言わせるとね見方を変えると夢の職ですよだって次何に化けるか分かんないですよね次どんな夢にも思わんかった仕事に就くかも分かんないんですよね ってことは今仕事がないってことはめちゃくちゃワクワクしてる時っていう感覚なんです僕にしてみるとこの無職の時こそたくさんの人に出会ってみようでたくさんの人のお役に立つことやってみよう自分で決めるより人から授かることをもらえるかもしれんだから人間ってみんな自分で考えて自分で動かないかんと思ってるけど人を喜ばせてるとね人から授かるものもいっぱい いいっぱ出てきますからねでもそう思うと僕は気が付いたら夢にも思わない人生になっちゃいましたっていうのは結局自己紹介で時間が終わってしまったっていうこと <laughs> まあそこはやめまたこうおひれせひれの話をいろいろつけるもんやからこんなことになってまうんですけどねけどねしんどい時ってね今もしんどいの真っただ中ですけど。 僕ね笑い話ですけど21で師匠から独立させられた時ねもう21で850万借金してで実は東京は布団屋さんあのホルモン焼き屋さん首つった物件でスタートしましたけど異性で僕独立してスタートは布団屋さん首つってる物件とたまたま出会ったんですよ。ももう始まりはいつも自殺物件やと思ってねほんで僕その店借りてやりだしたでスタートと同時に僕すっごい売り上げ上げたんですよ。でたった7ヶ月で 僕の師匠はお祝いには来てくれなかったんですお花は届いたんですでもねそのうち行くわって言ってて伊勢神宮にお参り行きがてらそのうち行くってでもいつ行くかはわからんって言っていつもごまかして別れたんですで僕ねいつ来るかでも必ず来るでもその時に僕がね少々儲かったからって言って天狗になってたら絶対 大目玉食らわされると思ったんで僕わざと師匠がいつ来るかわからんからわざわざね1万8,000円の人んちの長屋を借りてましてね便所も汲み取りのボットン便所だったんですで風呂もなかったんで毎日洗面器持って片道30分歩いて自分の店まで通ってたんです長屋からで伊勢なんて全員高校卒業したら車乗るんですよ車乗ってへの僕だけです洗面器持って毎日歩いてたんですでもそれは師匠がいつ来るかわからないからですよ マンンショななんんかかかに住ででたらら何言わわれるかからないですよ車なんか乗ってたら100万年早いって言われますよね。そやからねいつ来るか分からんからいつ来るか分からんからと思って毎日洗面器持って歩いてたんですよ。そしたらねある日突然来たんですよ。やっと来てくれたと思ってそれこそ6か月目ぐらいの時で、ね、お前のね店は見やんでよかって、ね、店はねお前がやれはやるの分かってるお前の暮らしぶりを見せろ。そのの暮らしぶりにお前の 未来が見えるからって言って言よーしやっぱりもう傾向と対策が分かってたからと思いながら1万8,000円の土バラバラ落ちてくる部屋のボトン便所の部屋へ連れてったら「お前なんかここに住んどるんか?」って言うから「え 「お金の出口が大事ですから」とかって言って「で師匠もし泊まって行かれるなら布団もう一組ありますしでも風呂ないんで寿生まで一緒に入りに行かなあかん」言うたら「昔よ一緒に入りに行ったよね」ってなこと言いながら一緒に銭湯行って居酒屋で飯食ってその僕の1万8,000円の部屋で一緒に寝たんです。でも次の日東京にお帰りになる時中村嫌なこと一言言い残すけど「お前なあの部屋いいね」って言ってね「お前俺が許可出すまであの部屋から出るなよ」って言うんですよ。 俺が許可出すまで車は買うなよってその次許可出るまで5年かかったんです僕5年間洗面器持って歩いてたんですよけどね僕一回26でブライダルレストラン作ってもう一軒もっとでっかい店作ってしたそのもっとでっかいお店が僕の狙いが外れて経営がめちゃくちゃ大変になったんですよもう倒産寸前まで行ったんですもうマキ金から金借りたりもう半分こっちの人からも金借りるぐらいもうどん底まで落ちた時に 僕のところへ食材やお酒を届けてくれてる業者の皆さんが業者の皆さんは払ってもらえんかったらやばいってなるから普通は納品しなくなるんですよでもね酒屋のおやすさんがね社長がねある月に僕がこっち系の人からしかもう金借りられへんになったどん底だったんですよもう今月乗り切れんだらもう倒産するっていうところまで行ってたその最後の月の支払いの請求書がね 八百屋さんからも魚屋さんからも肉屋さんからもどこからも来なかったんですで酒屋からもですよあれってなったんですよでもその業者の支払いをせんでよかったからこっち系から借りてたお金を返すことができて僕は命拾いしたんですで他もカードとかもほのぼのレイクとかあのアコムとか竹節とかもいっぱい作ってですよでやってたんですでも翌月の請求書もいつも来なかったんですで僕ねあの酒屋の社長やと思って僕会いに行ったんですよ黒田さん黒田さんっていう人でね社長 社長でしょって「俺んとこへ請求書がいっつも来ないんですよこの2ヶ月」って言ったら「俺や」って言うんです俺はな洗面器持って歩いてた君の姿がいまだに忘れられやんって普通若い時に儲かってみろってえー車買うてこんなになって彼女作ってええ格好しいする飲食店いくらもあるって俺はそんな何十年と見てきたってでも君だけや。 あんなにお客さんいっぱい来て儲かってんのに洗面器持って歩いてるやつ俺はあの頃からこいつは絶対伊勢の宝物やってこいつは絶対潰すわけにいかん少々のことで会社倒産させるわけにいかんって数千万円分までお前の支払いは俺が肩代わりするってこんなことでお前は潰れるなって一番どん底の時に助けてくれたんが人だったんですよ。 今コロナで日本中大変皆さんも大変やと思う、ね、お金も大切仕事も大切そやけどね僕はこんな時やからこそ人を追ってほしいと思うんですよ人のことを追いかけてやってほしい人の心を満たしてやってほしい人のために力を尽くしてやってほしいなと思うんです必ず皆さんが大変のどん底になった時にね助けてくれるのは人しかいませんからうまいこと言ってる時は誰でも集まってきますってけどね どうにもならなくなった時に「お前言ってこいや!」って言ってくれて手を差し伸べてくれるこんな人とつながってるっていうことぐらい生きててね幸せを感じることないですよ僕はあの黒澤さんっていう社長にあの時何千万円分まで借金肩代わりしてもらいましたそれがために僕の潰れかけた会社が V 字回復していったんですよ。 ね、不思議やなと思うんで人生は本当に、ね、あの山あり谷ありいろいろあると思いますだけど今はもう、ね、大変な真っただ中これからいろんなこと変わっていくと思うけど決して皆さんの心の中にあるであろう答え自分でしか探ることのできない直結の答えっていうものは僕は決して変わらないと思うんですよね。 それがきっと皆さんの魅力を花咲かすものにもなると思うしそれにを見つけた時にきっとこの世に私が生まれてきた理由はこれだなとかねだからそういうものに出会えたらちょっと絵にも言われんこん幸福感を得れるものになるんじゃないかなと思うんで是非このあと外へ出られた後あの魔物が住んでますんでねあの出て散歩歩いた辺たりで「いやでもさ」って友達に言ってしまうんですよ。 あいつ特別やからあんなこと言うだけで私ら凡人には無理やろうって僕ねよく植え込みの中とかに隠れてるんですよ。まあ今日は隠れませんけど植え込みに隠れてたり階段の裏にへばりついてたりしてね皆さんが何を喋りながら変えるかなそれが答えなんで,で隠れてると「あいつは特別今日の話は息子に聞かしたかった今日の話は20年前に聞きたかった」この3つのセリフを言いながら変える人が大半なんですもししよかかったらら今晩から動いいててみて欲しいんです。 家の今でで時半頃にふっと立ってほしいんです「ああお父さんたったついててごめんやけど」つって嫁はんに言われた時「ああここで舌打ちするか嫁はんの喜ぶお茶いっぱい入れたるか」って今日やってみてほしいんです。 そしたら明日の会社で人を喜ばす一つのアクションにつながっていくんちゃうかなと思うんでですねもしよかったらなんかそんな風に習慣を手に入れてみてほしいなということをお伝えしてなんか僕の話は約13分遅れで終わりにしたいいと思います長い時間すみませんご清聴いただいて帰りあんまり慌てて帰らないようにゆっくりお帰りください。ありがとうございました